はいみなさんこんにちは、えー、歴戦に講師の森目です、えー、司法書士合格講座民法第1回こちらの方を始めていきたいと思います、えー、全体構造に引き続いて、えー、今回から民法まあ、本格的な勉強に入っていきます、えー、特にこの民法に関しては午前の部で20問出題されるまあ、一番こう卓一では重要な分野ということになります 午前の部が35問出題されますがそのうちの20問が民法ですから午前の部でしっかり点数を取るためにはこの民法で落としている場合ではないということになりますねこの講座でも前半部分はこの民法にしっかり時間をかけてお話をしていきたいというふうに思います。 でその配点だけではなくて民法が分かってなければ不動産登記法につながりません例えば民法で相続というのを勉強したら不動産登記法で相続登記といった話をしていくことになります商法なども民法の特別法だったりしますからとにかくまあいろんな科目を勉強するときの民法が基礎になりますね。 民事訴訟だだっっててそそううでですす民民事事執行訴訟法ではです、ね、金銭消費対策をしましたなんて事例が出てきますがじゃ金銭消費対策というのは一体どんな契約かこれを民法で学んでから乗り込んでいく必要があるわけですね。ねですから、すべての科目の基礎になる、まあ、それは全体構造でも司法の一般法というふうにお話をしましたがあそんな形で非常にです、ね、こう重要なあ法律ということになっていきますからあぜひ、えー、一緒に頑張っていきましょう。でこののの司法書士の勉強というのは、まあ、全体構造でも お話をしましたが、まあ、すごく大変難関試験ということではありますがやることさえやっていれば受かる試験だとも言えますね。 何かこう能力が問われているというよりは誠実に一つ一つの知識を頭に入れたかどうか、えー、その知識が聞かれているわけですだからこれからどんだけ勉強時間をしっかり割いてどんだけ復習してで講義でやったことをどんだけ覚えていったかということが重要になります特にこのクラスでは復習用教材として携帯使用書士などを使っていただいたりしておりますから、まあ、非常にこう復習しやすいかなというふうに思いますそこに書いてあるものをしっかりこう身につけていくんだ、まあ、そんなつもりで頑張っていただければと思いますでは、えー、合格に向けて、えー 今日からですね本格的な講義ということになります、えー、しっかり頑張っていきましょう、えー、まず復習、まあ、を頑張れという話をしましたが講義の方をしっかり聞いてくださいね一つ一つの知識を覚えちゃうんだあるいはあもう覚える前提として理解するんだというつもりでもう講義の時間も大事な勉強時間ということでしっかり聞いていただければと思います、えー、それでは、えー、始めていきましょう今回はですねこちらの「ブレイクスルーテキスト民法の1」総則ですね、えー、こちらの方を使っていきます、えー え、それから講義ノートえ、講義ノートの方が2分冊になっております。で、1と2がありますが、えー、まあ、今日は1だけで大丈夫ですが、あの次回からですね。1と2。こちらも持ってきていただければというふうに思います。あの講義ノート1から順番に使っていきますが、2の後ろのところに。 まあ、いわゆるブレークスルテキストの補足みたいなものがついておりますからあそれも時々使っていきますので、えー、講義のと2分冊ですけれども1と2こちらは両方持ってきていただいてでブレークするテキストは民法の1からになりますでこの民法の1が終わる頃に次回から2を使いますとかあその次3を使いますというふうに指示をしていきますからあそしたらこう忘れず持ってきていただければという,ふうに思いますでは行きましょうか。 で、この民法のですね。総則と呼ばれる部分え、これをまずは勉強していきます。がえ、これがまあ民法を勉強するときの全ての基礎ということになります。え、全体構造でお話しした通り、財産法には物件と債権がありますが、あそこに共通するようなルールがあ、この総則というところに書いてありますえ。総則でまず全体に。 通用するようなルールこれが記載されていてそれから物件のルール債券のルールみたいな形で見ていくぞということになりましたではまずですね4ページのところを見てくださいブレイクするテキストです、まあ、この辺りは全体構造で詳しくお話をしたことですから要点だけちょっと拾っていきます4ページ 漢字の一番民法はどのような形をしているのだろうかと書いてありますがちょっと口頭でいくとですね民法というのは我々が社会生活を送るためのルールだということでしたでそこでの法律関係というのは数字の1契約というのは申し込みの意思表示と承諾の意思表示によって成立をしてそこで次のふと債権とか物件というものが登場するんだ、まあ、こんな話はしていったかと思いますし。 5ページのところの図表の1これがまあ契約に基づく法律関係だよこんなお話はしていきましたでそれからまあこれも復習になりますが6ページその民法の条文というものをですね覚えるだけではなくて解釈をしなければいけないんだ特に最高裁が示した解釈これが判例ということになりますからそれをしっかり覚えていく必要があるよこんなお話をしていきましたということでまあこの辺りは全体構造でお話をしたことですのでえまあ あ見ていただければいいかなまあ見なくてもいいですあの全体構造を聞いていただければそれでは大丈夫ですでは、えー、本格的にですね十ページのところから勉強を始めていきましょう十ページ自然人と書いてありますがなんか自然人っていうのはなんかこう自然の中にいるなんかターザンみたいなそんなものをイメージしますがそういうことではなくて我々みんな自然人なんですがちょっと前のページ九ページ見てください。 9ページに目次があって自然人と法人というのをこれから学びますがさらにその上部のですね目次に試験の主体というふうに書いてありますまず何を勉強するかというと主役主体ですね登場人物紹介みたいなそんな勉強をしていくことになります先ほど言った通り我々 はです、ね、何を学んでいくのかというと、えー、我々が社会生活を送るためのルール社会生活を送るためのルールこれを学んでいくんだといったお話は全体構造からしております、まあ、イメージで言うと我々は資本主義社会の財産獲得ゲームみたいな人生ゲームですよねその中のプレイヤーの一人なんです。 でそこで財産を蓄えたりするわけですよ、その財産というものが物に対する権利であれば物件、人に対する権利であれば債権ですね、歌を歌ってくれとかお金を払ってくれというのなら債えそれからあこの車を所有してるぞとか家を所有してるぞというのは物件、こんな話になりました、そのような物件やら債権やらの財産を獲得していく財産獲得ゲームのプレイヤー、でゲームであれば必ずルールが必要です。 鬼ごっこだっって、て何だだルルルルーーがが必要ですすよよ。ね。なルルなければ無秩序になりますよだから我々がこういかに財産を蓄えて人よりお金稼ぐぞというこの資本主義社会の中できちんとプレーするためにはきちんとしたルールが必要ですそこでそのルールがこの民法なんだよということになりましたでまずはそのゲームのプレイヤーである我々主役人間の 解説からしていいここうというととですどんなのを自然人、えー、どんなのがこうそのゲームのプレイヤーになれるか、どのようなものがです、ね、この財産獲得ゲームというこれから民法が想定するゲーム、そのゲームの主役になれるか、プレイヤーになれるかということになります、よろしいでしょうか、つまり民法が想定する生活、社会生活というものに入り込むのはどのような人か、こういうことになっていきます。では10ページ見てください まず自然人という項目になりますが、まあ、この自然人というのは我々、人間のことだってね今から説明しますがその前に図表3を見ていただいてまず民法の勉強するときには3つの能力というのを区別してください責任能力は不法行為のところで勉強しますから残りの3つの能力ですちょっとタイトルだけチェックしてください権利能力、意思能力、行為能力です。権利能能能力力力意思行為能力 でまず権利能力、中身チェックです、司法上の権利義務の帰属主体となりうる地位資格え、司法上の権利義務の帰属主体となりうる地位資格ですね、でえボールペンカーの中で波線引いてほしいのが、地位資格というところ、地位資格、で権利能力というのは、実は言葉は能力って言葉を使ってますが、これ、あまり能力とは関係ありません。 財産獲得ゲームのそのゲームのプレイヤーになることのできる資格ってことです。つまりゲームへの入場資格ですね、えー。この財産獲得ゲームの参加資格。えこれが権利能力ということになります。まあ例えばですよ。あの将棋で小学生名人戦みたいなのがありますが、あれは小学生しか参加できないわけですね。そういう参加資格です。だからいくら将棋が上手い大人とか。 あるいは将棋が下手だとか関係ないわけですよ、小学生ならエントリーできるんですね、このように民法の世界にエントリーできる資格がこの権利能力ということになります、そこでは今、将棋の上手だか下手かという話をしましたが、これも能力があるかどうか、本当は関係ないです。 えー、よく分かってるよとか全然分かってないよって関係なくとにかくこの民法の財産獲得ゲームに参加することのできる資格エントリー資格これが権利能力だと思ってくださいじゃあその民法の世界に入ってくるとどうなるかっていうと民法が想定する社会生活、まあ、家族生活は後でやりますが1つは何でしたっけこれ財産獲得ゲーム経済ゲームですよね ですからそこでは財産を獲得していったりしますだから契約を結んだり財産を取得したりだからそこでもほら権利を取得したり義務を負ったりするそういうことができる資格がこの、えー、権利能力だということになります財産獲得ゲームに参加して契約を結ぶで契約を結んで財産を獲得するつまり所有権という権利を 取得するつまり所有権の権利主体になるんだとかあるいは契約を結んでお金を払う義務を債務の主体になるんだとかそのようなですね権利者や義務者になることのできる資格これが権利能力ですよということになりましたで次意思能力これもチェックしてください事故の行為の結果を弁識するに足りるだけの精神能力 まあ自分がこういうことをしたらこういう結果が待ってますってことがわかっている能力だというふうに書いてあります。これはまあ能力ですねですから自分がこういうことをするとこういう結果が待ってるんだこういうことを知ることのできる能力ということです。まあ、つまり簡単に言うと、えー、この法律の世界ルールを知っているということですね、ルールを知っている、あ契約をするとお金がいるんだとかこういうふうなルールを知っている例えば将棋でいうと、えー、将棋がさせるということですよ。 歩は1個前に進めるとか飛車は敵陣に行くとなれるとかこういうです、ね、ルールを知っていることが意思能力ですですから売買契約、うん、これ買いたいですってちゃんと言えるかどうかこれが意思能力ということになりますで3つ目、行為能力これチェックしてください自らの行為により法律行為の効果を確定的に事故に帰属させる能力、まあ、これもです、ね、中身ちょっと難しいので後回しにしますがこれはです、ね、あの簡単に言うと 将棋で無理に例えれば定石を知ってる勝ち方を知ってるということですねちゃんとあのあのゲームに参加するだけではなくて大会に参加するだけではなくてある程度勝てると、えー、こういう能力が好意能力になります。だから、まあ、例えば意思能力っていううのはもう 契約をしたらお金がいるんだということは分かっているとしてもえちっちゃい子がなんか100万の車買って100万の債務をっちゃうのはかわいそうじゃないですかということでちゃんとそういうです、ね、いい契約を結ぶことができるよという能力のことを行為能力というふうになるわけです。具体的に後でやりますからね、ねイメージででいいですですからこの行為能力がない人はルールは知っているから、えー、と不安は日光いけるんだっけ、えー、と銀手、えーと、横にはいけないかみたいなそれぐらいのレベルなんですよ。 まあ法律の世界でですから、まあ、そういう人はどうやるかっていうと一人で参加させるといいかもになっちゃうわけですね。まあ、将棋の世界だったらトーナメント戦で負けて終わりですがこの財産獲得ゲームに参加するといろんな人と契約結ばされて詐欺にあったりとかする可能性がありますから行為能力がない人は待ったを許してあげたり保護者をつけてあげたりいうふうにするわけです。あとと一人でそ,うそれをやっっっちゃダメだよってルルールを作ったりとか これが行為能力の世界ですよルール,をルールは知ってるから一人で刺そうと思えばさせるけれども行為能力がない人は弱いから保護してあげようという発想になるわけです保護者をつける待ったを許してあげるそのような話になりますね具体的にはでやりますイメージ先行でいった方がいいですでは今から具体的に11ページまずは権利能力のお話漢字の一番創設 民法は財産関係を規律するという観点から法律効果を帰属させるにふさわしいと考えたものをすべて権利義務の主体としている次、チェックしてくださいこの権利義務の主体となりうる地位資格のことを権利能力というこの権利能力を有するものは自然人生きている人間と自然人以外のもので法が権利能力を与えた法人会社など人間が作り出した制度とに区別されるんだということになりますさあ 権利能力の話が出てきました今チェックしたところの最初からもう一度見てください、えー、権利義務の主体となり得るっていうことですから例えば権利どんな権利があります所有権とか債権とかの貴族主体になり得る地位資格ですから債権者になったり債務者になったりあるいは物を所有する所有者になったりすることのできる資格ですよってことで債権を取得したり えー、物件を取得したりするためには前提として契約なんか結びますから契約を結べる人ってことですねだから契約書に名前書けるような人が権利能力を有すする人ってことになりますその契約の世界物件の世界債権の世界この財産獲得ゲームのエントリー資格を得てその財産を有することができるようなものが、えー、これ権利能力者ですよってことになります。 頭の良し悪しとか能力の良し悪しではありません例えば不動産の所有者ですよって言ったら皆さん不動産の所有者ってどうやって調べるか知ってます登記記録を見ればいいんですよ登記記録で登記簿で登記簿を見ると誰の所有者かって載ってますつまりそこに名前が載ってる人はその不動産の所有者ですから簡単に言うとその登記簿に名前が載せられるような人が権利能力者ということになるわけですねですから例えば生まれたばかりの赤ちゃん能力ありますか もうないですよ。もう願いですら一人でできないんですね。言葉も喋れない。で、それで権利能力ある方あるんですよ。だからおじいちゃんが、ああ孫が生まれた。じゃあ可愛い孫に土地をあげようといえば、その土地の所有者はその生まれたばかりの赤ちゃんになるわけです。 ですから、生まれたばかりの赤ちゃんは寝返りもできる能力はないがエントリー資格はありますから土地を所有したりあるいはあ親がです、ね、借金まみれで死んじゃえば債務を承継することになりますから債務者になったりもします。ということで、えー、生まれたばかりの赤ちゃんは権利能力があるところが赤ちゃんより例えば喋れる猿とかいたら賢いかもしれませんがはは所有者にはなれません。だから例えば猿がバナナを所有できるかったらできないわけですよ。 皆さんがあの猿にバナナをあげようと思ったら猿の飼い主のバナナになるだけですからねだから猿に不動産をあげることもできないし猿にバナナをあげることもできないということになるわけです猿はバナナを所有できないぞ赤ちゃんは土地を所有できますが猿はバナナを所有できないぞということになりますでは そのような権利能力もイメージできました権利能力というのは能力ではないこのエントリー資格なんだ民法の世界のエントリー資格なんだ債権を持ったり債務をったり物件を取得したりすることのできるエントリー資格なんだという話になりますがじゃあそれは誰にあるんですかというと三行目、今チェックした三行目自然人です、これは生きている人えつまりこの教室にいる人えウェブでこの講義を聞いている人、えーまあ、この人間ですねこれがみんな自然人ですよということになります。 自自自然然然人人人ののとというのははににってここですすよ生ままれれながらに人でこれは権利能力がありますだから登記簿を見たらあ小林さんの所有物かとかで皆さん契約相手があちょっとなんか田中さんと契約結んだぞとか言って人であれば契約を結べるし債務者になれるし所有者になれますね他に登記簿に名前が載せられるのはどんな人だろう契約相手になるのはどんな人だろうって考えると例えば皆さんここにいるということは レックと契約結んだわけですよレックって人ですかって話自然人じゃないですよ会社ですだから会社も契約を結ぶことができるしレックが不動産を買えばレックの所有物になりますからあ株式会社東京リーガルマインドって登記簿に載りますよだから会社組織も実は権利能力があるわけですこれがその次に書いてある法,人ってやつです法が権利能力を与えた人のことを法人っていうんですね だからよく法人契約って言いますがあその法人、この会社組織のことを法人と言います。まあ、皆さんは人ですが法が認めた人なんですねで。会社ってのは人と認めて権利能力を与えよう、だから会社と契約を結べるぞ、えー、会社はあ債務者になれるぞという話になっているわけです。ということで皆さんはまず権利能力を有するのは自然人と法人だというふうにお、えー、さえておけば結構です理解をして覚えるんです。 自然人と法人だ。でどんななののが法人になれるのかというのは会社法法などでやります。えー、法人っていうのはいろんなこう法律に基づいて作りますから例えば会社法で作るのは金儲けの法人です。株式会社とかでそれ以外に例えば宗教をやるための法人であれば宗教法人作ったりあるいは教育目的であれば学校法人作ったりしますから、まあ、いろんな法律に基づいて 会社組織を認めてるんですよ法人組織認めてるんですだからそれはもういろんな法律がありますだからいろんな法が認めた法人なんですねこれが法人ってことになりますよろしいでしょうかではその下図表の5を見てくださいイメージです試験の主体えつまり民法の、えー、このゲームに参加できる資格は人にありますよえ動物はたとえ知能が高くても権利能力ありませんということでしたね でこの人というのは初めから人である自然人と、えー、法が人と認めた法人、まあ、会社組織とか宗教法人とかそういう法人にありますよということになります。で法人は会社法などに行ったら詳しくやりますし、えー、民法の中でも法人のコーナーが少しだけありますからそれをお話ししていきますがまず皆さんが最初に勉強するのはこの人間の勉強です自然人。では、自然人といいうのはいつから、 権利能力があるんですかつまり、いつから人になるんですかでいつ人で亡くなるんですかって勉強ですでは次のページいってください12ページです漢字の2番、権利能力の式まず上に図表6がありますが、えー、自然人というのは出生から死亡までですね出生とも言いますが出生から死亡まで生まれてから死ぬまでが権利能力を有します。 生まれてから死ぬままで権利能力を有します、まあそうですね生まれてから人になるし死んだら人じゃなくなるわけですよだから戸籍だって生まれたら戸籍に乗るし、えー、死んだら戸籍がですね除籍されるわけですですから生まれてから死ぬまでが権利能力になりますで人が死亡すると何が起こるかっていうとそこに書いてありますが相続が起こります まあこれれはももしししかかたら知ってるかもしれません死亡すると相続が起こるで相続って何ですかその死んじゃった人の、まあ、非相続人といいますがあ死亡した人の財産が子どもとか配偶者、結婚相手とかにこう移転する、承継されるこれが相続ですね。でよく考えると何で相続って起こるんですかって話なんですがそれは死亡した瞬間に権利能力がなくなるからなんですよ。つまり物を所有できなくなる。 債債務者なななななれなくくなるる権を保持でできなくなるわけですってことは死亡することによって財産が宙に浮かないようにするためにじゃあ相続人のものにしましょう相続人に承継させましょうって話になるわけですね。ということで相続っていうのはどうして起こるかっていうと実は死亡した時に権利能力がなくなるということを大前提にしてるんです。ということで1つはあ死亡した時に権利能力がなくなります。 では次いつから権利能力を有するんですかいつから権利能力を有するんですかというともちろんこれは出生、出生ですが、えー、っとこのページ上から3段落目この点に関してこの点に関してチェックしてくださいえ民法は試験の共有は出生に始まると規定しているえこれはすべて自然人は出生と同時に権利能力を取得する意味だと返されていますということですね。 だから一応根拠は民法3条というのがあって、えー、人の試験の共有はですね、えー、出生に始まる、まあ、出生したら生まれたら権利能力を取得するんだというふうに民法上、根拠があるんだよ。でこれはですね、あんまり試験に多分出ないですが一応次の太字を見るとじゃあ出生っていつですか、出生っていつですか、具体的に生まれてから人になるといいますが生まれるっていうのはいつですかって話。 まあそれは生まれた日って皆さん生年月日ありますけどもっと細かい話ですお母さんから頭だけでも出た瞬間なのか完全に出た瞬間なのかですこれ民法では太字見てもらうと母体から完全に分離した時っていう全部露出説というのを取っておりますもうこれは反米がまあ基本的にはありませんから民法では試験に出ないかなと思います ただ欄外こちらは出るんですがこれ刑法です刑法は一部露出なんです民法で出生と言った場合には全部お母さんから分離してえ全部露出した時なんですが刑法では頭でも出れば出生になります どうしてかというと、これ、まあ、試験には刑法は出,出るかもしれませんが、民法はあまり出ないんですが、ちょっと法律の考え方の勉強になると思いますから、お話をしていくとあの、民法と刑法で同じにする必要はないんですよ、同じ言葉でも、法律が違う、で法律が違うってことは、趣旨が違う、立法趣旨が違うから、解釈は違うって話です。 これ全体構造でやった解釈とい,うのはいろんな解釈がありますけれどもそれは立法趣旨にのっとった解釈をしていくのが正しい解釈なんですよということの実践になってますね出生というのはだから趣旨によって違うじゃあ民法はどういう趣旨かっていうと出生するとどうなるんですか権利能力を取得するイメージでいうと財産獲得ゲームのプレイヤーとして参加できるわけですよ皆さんボードゲームを思い出してください人生ゲームプレイヤーってことは プレイすするわけですねスゴロッカなんかの車かなんかに人間のステークをプレイするわけですよプレイヤーということはお母さんから独立しなければプレイヤーになれないですよそういう趣旨から考えれば全部露出してはいプレイヤーになりましたっていう時に権利能力を取得できるわけですまだお母さんにくっついていたら独立したプレイヤーとは思えないですからねそういう趣旨から完全無理なんですよ全部露出なんです で刑法は何かというと刑法は出生の趣旨というのは生まれたら被害者になれるということなんですつまり生まれた人はいいですかあこれ全体構折でも少しやったと思いますが人を傷害したら傷害罪だと人ですよあの人になるのが出生なんですつまり被害者の人になれることを出生というわけですねそうすると傷害罪の被害者殺人罪の被害者になるためには少しでも頭でも出ていれば殴れるということです だから、少しでも出てればそれは被害者になりうるので人って扱うんですよ、刑法では。頭も出てなければ直接殴れませんから、罪の虐待にはなりますでも、人とは言えませんから、傷害罪の被害者にはなれないわけですよ、そういう趣旨なんですね。だから法律とかって趣旨から考えると、あそういうだから解釈してるのねっていうふうに理解できるんです。 よろししいでしょうか。だからこうやって講義できちんと理解した上でこう知識を覚えると覚えることって、まあ、少なくて済むとは言いませんが覚えることが楽になるわけですよ。あプレイヤーとしての意味だったねじゃあ全部露出してなきゃいけないねっていうイメージごとを覚えちゃえばいいわけですよね。よろしいで,しょうかでは12ページとにかく出生から死亡までが人なんですよという話になります。 生きて、まあ、生きてとか生まれたら人になるよ生まれたら人になるよということになりますそうするとその生まれる前のもののことをお腹の中にいる赤ちゃんのことを胎児と言いますね漢字の3番「胎児」という勉強をしていきますじゃあ皆さんここまでの勉強で推測してください胎児には権利能力はないですよねだって生きて生まれたら権利能力があるんだから あ胎児にはまだ権利能力がないこうやって覚えればいいですね図表7見てください原則胎児には権利能力が認められません、えー、表の中の原則をチェックしてくださいで十三ページの一行目チェックしましょう胎児はまだ出生しておらず人ではないのであるから本来権利能力は有しないはずだということです でこれも全体構造でお話をしましたが法律っていうのは法理論っていうのは曲げていいんですよねでこれが科学の世界であれば例外があったらそんなのは原則として通用しませんよ反証があれば何、えー、とかの理論とか言ったっていや例外がありましたじゃあその理論は潰れましたってなりますねただ法律っていうのは法律の理論というのはそれは科学的な理論ではないですからいくら例外があったっていいわけですむしろ我々社会のルールなんだから 例例外外がが不都合があれば例外を作るんですよそのゲームのルールだとそうですねあの将棋だってどこに置いてもいいとか言いながらもそこは置けないとかいろんな例外はあっていいわけでえですからそんな形でですね法律というのは、まあ、これ全体構造で言ったと思いますが赤信号は止まりなさいでもあちょっと急いでる救急車などは行った方がいいよねって不都合があれば曲げていいんですだからここも理屈から言うと生まれなければ権利能力がないですが。 不都合があれば大にも権利能力を上げるんですそれが2行目見てくださいしかしやがて人となることが予想されながら出生の時が少し遅いという単なる偶然によって常に権利取得を否定されるのは不公平だということですねつまり今回の不都合は不公平ってことだから法理論なんていうのは 大したもんじゃないんですよ我々生活のルールなんだから不都合ががあっったたら例外作った方がいいんですだから今回はじゃあ胎児に権利能力を上げないのは不都合じゃないかえ,えっと、不都合な場合ってどの場合あの場合とこの場合とその場合あじゃあその場合には権利能力を例外的に上げてもいいかって話になるわけですねでは次チェックしてくださいどんなな場合合に不都合なのかえそこで えー、民法はあ、ごめんなさい、えー、例えば飛ばして、そこで民法は、このような不都合、不公平をできるだけ少なくするために、不法行為による損害賠償請求、相続、遺贈について、個別的に胎児をすでに生まれたものとみなすことにしましたということです、この3つの場面です、あのこういう理屈をしっかり押さえてくださいね、あのいきなりこの3つに飛びつかないんです、胎児には権利能力は原則ないですっていうところから出発しないとわからなくなっちゃいますからね。 原則ないですただある3つの局面では不都合がありますちょっと胎児に不公平なんですだからその3つの局面では生まれてない胎児にも権利能力を上げましょうって話になるわけですでは12ページの下の例外のところ図表7例外3つあるっていう数字を覚えてくださいねあの3つ不法行為に基づく損害賠償請求相続依存です あのまあ、数字を意識しておくといいですね、まあ、3つって覚える必要ないんですが、ああ3つ例外があると、不法行為に基づく損害賠償請求、相続、遺贈ということになります、えー、この3つが例外ですよと。では、この3つってどうして不都合があるんですか、どうして胎児に救急車のように例外を認めて、権利能力を上げるんですか、抗議ノートの1ページ見てください。 講義ノートは基本的に板書代わりとかメモ代わりとして、えー、あるいはですねちょっと講義中でよく塾の先生とかがプリントを配って問題をやらしたりとかそういうこともあると思いますがそう,そういうものの代わりですだから基本的にはブレイクスルーテキストを使っていきますがちょっと板書を書く時間というのももったいないので、えー、基本的にはもう書きたいものは全部講義ノートに大体入れてるといった想定だと思ってください、えー、1ページ、えー、胎児の権利能力と書いてありますが、えー、こちらですね C が胎児である間 Y のお腹の中にいるこの場合に父親が死亡した場合の話をしていきましょう下の家系図を見てください、まあ、相続図で,ですね X と Y が結婚していて X と Y の間には子供 ABC がいますで C というのはまだ胎児です C はまだ胎児お腹の中の赤ちゃんですね C は胎児お腹の中の赤ちゃんで A と B はすでに生まれているお兄ちゃんお姉ちゃんです でこの時に X が死亡しました、X が死亡しました、でもし胎児に権利能力はないあ、生きて生まれてないからまだ権利能力ないよなんてことになったらどうなるかというと C は X の財産相続できないってことになって例えば X が300万の財産残して死亡しました、まあ、本当は Y にも相続分がありますがあー、まあ、それ言うと難しくなっちゃうので最初は子どもたちで分けるとしてそうするとあ C はまだ権利能力ないね。 ってことは、相続人になれないね。財産の所有者になれないね。じゃあ、A と B で山分けだって言うんで、A と B がお金をもらうことになるわけですよ。え、あと1週間早く生まれれば、財産もらえたのにってなっちゃいますよね。だから、X が300万の財産残して死亡したならば、100、100、100で配った方がいいわけですよ。どうせあと1週間、あと1ヶ月経てば生まれるんだから。それなのに、いや、生まれたのが、 あと,あと, 3, 日あと3日早く生まれれば財産もらえたのにってなったら不公平でででしししょょって話なんですよろしいでしょうかだからこの3つのケースの場合にはそのような不公平が起こりうるわけです。 あと何日か早ければあお父さんの財産がもらえたのにと、えー、こういう話になるわけですね。なんでお兄ちゃん、お姉ちゃんだけはもらってるんですかということになりますからじゃあ,あの、どうせ生まれることが分かっているんだから少し経てば生まれる予定なんだからあその胎児である間にお父さんが死んだ時に財産を承継できるようにしましょうというのがやはり公平なわけですよ。えー、ですからその場合には相続について権利能力を与えましょうということになるわけです。 まあこういう不公平があるからこうやって修正していこうということなんですね。で、テキストを見てもらうとあと2つありますね。まず不法行為に基づく損害賠償請求ですがこれもまあ同じような事例でお父さんが例えば交通事故で亡くなったと、まあ、大体お父さんのほうなんですねお母さんはおなかの中に赤ちゃんいますから、えー、お父さんでいきますお父さんが交通事故で亡くなったとしたときに 身内がなくなると損害賠償できます、えー、私の身内をよくもなくしてくれたなということで損害賠償できるんですね後でやりますよ条文はそうすると、まあ、さっきの図でいうとお兄ちゃんお姉ちゃん AB はよくもお父さんを、えー、なくしてくれたなっていうんで損害賠償できますが C だけはいやまだお父さんが死んだ時には権利力なかったですだから不法行為の損害賠償請求権が取得できませんって言ったらかわいそうなわけですよ。 だからじゃあ、不法行為の損害賠償請求権も認めてあげましょうっていう話になるわけですよね。まあ、大体、遺贈もそうです、遺贈も、えー、おじいちゃんがもう、えー、式が間近だと、じゃあ、あ遺言書にですね、えー、A に財産あげよう、B に財産あげよう、C に財産あげようって書いたけれども、えー、C はまだ生まれてないから、遺言書に名前書いても遺贈はできませんよって言われたら、あその今から生まれてくる予定のかわいい孫に財産を遺贈できなくなっちゃうわけですよ。ですから この相続と遺贈と不法行為による損害賠償に関してはあ胎児にも権利能力を上げましょうということになるわけですよろしいでしょうかで胎児に権利能力を上げるのはもう一度言います例外ですからねだからこの3つのケースだけなんだと限定してしっかり押さえてくださいでこういう話をすると胎児って権利能力あるんだなって思っちゃいますが不公平なこの3つの場合だけ権利能力を上げるっていうことですから原則ない原則ないですからね 試験に出るのは例外なんですだからあの例外を一生懸命勉強すると胎児には権利能力ってあるんだなと思っちゃうんですよそうじゃなくてちゃんと理屈を押さえていかないといけないそうすると例えば胎児に贈与できますかって言われたら皆さん覚えてないんですだって遺贈と損害賠償と遺贈、えー、と不法行為の損害賠償と相続しか覚えてなくて贈与は知らないってなりますでもちゃんと理論的に勉強してれば分かるんですよ原則ない3つだけあるだからあ贈与って言われたらないなって分かるわけですね だからちゃんと理屈を勉強しておかないと聞かれてないことが出たときにそれは過去文にも出てませんテキストにも出てませんから解けませんじゃ困るわけですえじゃあ胎児に売ることできますかと言われたらできないって即答できないといけないわけです3つの例外に該当しないからということですよねだからそのようにちゃんと理屈を抑えていかないと、えー、それはもうなんかテキストにも出てないからバイバイとかどのページこのページに書いてないんですけどて話になっちゃう書いてあるんですよ原則ないって書いてあるんだからそこに全部入るわけですね そういういちゃんと構造ごと押さえていただきたいというふうに思います。よろしいでしょうか。ということで、えー、権利能力が与えられるのはこの3つのケースだけなんだということなんです。まあ、これは個別の条文に対児のこと書いてありますから、そこに721、886、965と書いてありますので、まあ、そのあたり後で見ていただければ結構でしょう。で、13ページ、次の段落に行くと、もちろんって書いてあって、 えー、もちろんの段落の3行目の後ろの方に「なお」がありますなおそこからチェックです「見なされるのは生きて生まれた場合に限るのであり死産の場合は別生きて生まれた時だけ胎児に権利能力を上げます生きて生まれた時だけ胎児に権利能力を上げます」これがですね難しいんですよまあ あの死んで生まれた死産の場合にはあのー、げないんですで生きて生まれた場合にはあ生きて生まれたんだから退治の時に権利のかあったんですねって話になるわけですでもこれ何が難しいかっていうと講義ノートの1ページの下見てくださいすで、えー、に生まれたものと見なすっていうのはあ生きて生まれたことが条件生きて生まれたことが前提なんですがそれっていうのは父の死があります。 で出生がありますで出生が生きて生まれるということですね生きて生まれることを条件に父の死亡の時に相続の権利を上げる生きて生まれることを前提に条件にえ父の死の時に不法行為の損害賠償を与えるという話なんですでこれ何が問題かというと下の巻物を見てください条件が未来のことだから問題なんですどういうふうに考えるか分かんないって話です 例えばあの全体構造でこんな話をしましまた皆さんが司法書士試験に受かったらマンション上げようこれなら分かりますよ司法書士試験に受かったことを条件にじゃあそのあとマンションをもらえるんだと合格発表を迎えたら皆さんマンションをもらえるんですでもここで言ってるのは将来のことをを条件に過去を決めようってんです例えば皆さんに私が今日食事をおごるとしましょうでもあ条件あります あの皆さんんが1年後合格でできたら今日食事を起こります分かんなくないですかかななくいだから未来のことが条件だからえ今どうすんのって話どう考えのって話これが実は難しくて学説が分かれてるんですよ。条件が未来のことだからそれで過去のことってどうやって過去の時点で分かるのかなと例えばこれ父親が死亡した時にさあこの子が未来ちゃんと生まれてくれれば相続権あげますよって言われて「 その時はあるかどうか分かんないって話ですよ、その,その瞬間には、そのときには。さあ、これをどう考えるかというのが13ページの推論対策です。つまり、ここ、難しいので学者の意見が分かれています難しいのので学者の意見が分かれております。 で全体構造でお話をしたとおりこの学説というのは現場で考える問題ですから基本的には知識で覚える必要はないんですけれども、これ、ごめんなさいね、1発目からあれなんですがちょっと難しめな学説問題などで解説をしていきたいと思います。ですから皆さんは、えー、あ A 説の理由はこうなんだな B 説の理由はこうなんだなで A 説、B 説の批判はこうなんだなというふうに、えー、A 説、B 説のまず中身を理解した上で で批判とか理由を理解をしていただければ結構です。まあ、一度考えておくのか考えておかないのかでえらい違いってことですねこれ現場で考えることができないぐらい少しハイレベルな学説なんですよ。 ですから見ていきます今言ったように、まず論点が難しいですからねえ、まずは未来のことを条件に過去のことを決めるからどう考えるのかっていうところがスタートして、じゃあ、すでに生まれたものを見なすっていうのはどういうことなんだ、まず A 説見てください、A 説、タイトルチェックです、解除条件説、解除条件説。 2行チェックしてください胎児の間でも生まれたものとみなされる範囲内ではいわば制限的な権利能力があり死産の場合には遡って権利能力がなかったことになる胎児である間にもう権利能力を与えて話を進めちゃおうということです。 で2行目に書いてある通り、り万が一死産だったら遡ってなかったことにすればいいやっていうことですねわかりますこれあの未来のことが条件ってことはどっちかに決め打ちしなきゃいけないんですよ今の現在では例えば皆さんに食事をおごりますよって言った時に皆さんが受かることを前提に話を進めるか受からないことを前提に話を進めるしかないわけですよだって未来は見えないわけだからじゃあもうおごっちゃいますよと。 もし受かんなかったらあの返金要求しますからねみたいなこんな話です。ですからこれもあげちゃいますと、えー、多分生まれるからもうまだ生まれてないけど今のうちからもうあげちゃいます話も進めて結構ですっていうふうにやっておいてもし資産だったらあこれは遡って権利能力を与えなかったことにしましょうっていうふうに、えー、生きて生まれることを前提に話を進めていって。 でもし死産だったら遡って話をなかったことにするということですよねあの未来が見えないわけですからどっちかに決め打ちをして違ったら遡って変えるしかないわけですだからこちらの解除条件説というのは生きて生まれることをもう見越してじゃあ権利能力をまた胎児の間から与えておきましょうとでもし死産だったら遡って、えー、それをなかったことにしましょうという話になるわけです ですから矢印見てください。出生までの間も権利能力があるので次チェックです。胎児にも法廷代理人をつけられる胎児にも法廷代理につけられる。あただ、欄外の中のさんにも書いてありますがもちろん3つのケースだけですよ相続とか遺贈とか損害賠償の話だけ進められるんですからね。だから解除条件説というのはじゃあ胎児の間にも権利を力を認めましょうと言いますけどもそれはもちろんこの3つのケースだけの話です。 相続依存損害賠償についてはあ胎児にも権利を与えるじゃあその与え方はどうするんですかいやもう胎児の間から与えておきましょうよって話ですだから法定代理人もつけられますだから例えば法定代理人が相続であれば遺産分割を進めちゃっていいってことですあるいは不法行為の損害賠償であれば胎児の代わりにお母さんがあうちの胎児が損害を受けたんですって言って時短交渉も進めちゃっていいってことですよもう 権利能力あるものとして法廷代理人が話を進めちゃっていいんだとお母さんが話を進めちゃっていいんだって話では次今度は B 説見てください B 説は停止条件説こちらが判例の立場ですさあ2行チェックしてくださいまあタイトルもチェックして「胎児の間は」 権利能力はないが無事に生まれると相続の開始や不法行為の時に遡って権利能力を取得します矢印チェックですえ出生までは権利能力はないので胎児に法定代理にはつけられませんだからこちらは慎重派です胎児に権利能力を与えようというけれどもそれは生まれることが前提やんかと だから生まれてから遡ってあげますと生まれてから遡ってあげますという話なんですねだから胎児の間は法廷代理にはつけられないし胎児の間に遺産分割を進めることはできないし胎児の間に時短交渉も進めることができません例えば胎児の間にお父さんが事故で死んじゃったとしてもそれは生まれるまで待つしかないわけです生まれてから 初めて法廷代理人がついてそういえばあ半年前の事故ですけど損害賠償しますからねって初めて言えるとだからそれまでお母さんが示談交渉とか進めることができないよというのがこの停止条件設なんですよろしいでしょうか判例こっちです判例は派でですねでは、えー、それぞれの理由を見ていきますまず13ページ解除条件説 理由一、死産の事例がかつてより格段に少なくなっている今日では配偶者と胎児とに相続させ胎児が生きて生まれなかった場合に相続関係を改める変える方が適当だあのつまり決め打ちするしかないと言いましたが、まあ、生まれる事例の方が増えている以上ですねそちらに合わせた方が遡って結論変えることが少なくて済むってことです。 ですかたぶん生まれるだろうという想定でじゃあもう経年余儀与えておきましょうで資産だった時に遡って変えましょうという方が結論を変える方が少なくて済むので最後適当って書いてありますが、まあ、その方があが混乱が防げるでしょうと結論変わるケースが少なくなりますからねいうことなんですで14ページ、丸三番。 えー、胎児に法廷代理人をつけることによって遺産の分配に参加させることが可能だ、まあ、これはですねあの胎児の保護になったりあるいは遺産分割がどんどん進めることができたりとかいうことで話が進んでいいじゃないかって話ですね。で皆さんこれは一語一個覚える必要はないですよあのまだ学説問題初めてなんであれですが。あのー A 説の理由はどれでしょう B 説の理由がどれでしょうって振り分けられればいいので、えー、このように胎児が生まれたことを前提な理由なんだなっていうのが分かっていれば大丈夫ですからねでは B 説見てください B 説の理由、えー、胎児の出生まで遺産の分配を停止すると解する方が実際的だしこれどういうことかっていうとですよ。もう胎児なんて3年5年生まれないわけじゃないわけですよおなかの中にいるんだからもう10ヶ月たちは生まれるわけです でえー、普通の遺産分割だって10か月ぐらい待つことがあるんだからそれぐらい遺産分割とか不法行為の損害賠償請求権を待ってて何が悪いんだそのが実際的でしょ現実的でしょってことです。で、あの胎児の間に話を進めちゃうと覆るケースだってあるわけですよで、待ってりゃ何の問題もないわけですだからいや、胎児の間はいくらなんでもあげませんよと。 で生きて生まれることが条件なんだから生きて生まれて初めて遡ってあげるんですよとだからそれまでは遺産分割とか示談交渉とか進めちゃダメだからねっていうのが B 説なんですだそのほか現実的じゃないかという話ですね決め打ちで与えるよりは慎重派で待ってた方がいいわけです で胎児に法廷代理人を置くことが必ずしも胎児の利益につながるとは限らないと書いてありますが1つ強力な理由メモしてくださいそもそも胎児の法廷代理人が誰かっってて規定がないってことです胎児の法定代理人が誰かっていう規定がない法廷代理人をつけると言いますが、まあ、法廷代理人多分お母さんですよでも胎児の法廷代理人がお母さんって規定ないんです だから法定代理に付けるっていうけれども法定代理に来てないでしょっていうのが B 説の強い理由ですね例えば未成年者の法定代理には親だっていう規定あるわけですよ。ところが胎児の法定代理人が母親ですみたいな規定ないのでこれは法定代理の規定がない以上法定代理には付けられないつまり生きて生まれて初めて権利能力を上げると解するのが普通通常でしょ理屈にかなってるでしょっていうのが B 説なわけです。 よろししいでしょうか判例は B 説に立ちますだから皆さんは判例の立場はどちらですかっつったら B 説を押さえていただいてただ学説問題で出てきた場合には A 説 B 説の理由付けが理論とともに分かるようにはしてくださいという話です。 14ページの一番下、まあ、理屈が分かっていればいいので停止条建設っていうのが分かっていればいいので、まあ、この判例をとにかく覚える必要はないですがこの阪神電鉄事件というのは胎児の,の間に示談交渉を進めたんですでも皆さんえ停止条建設が判例だということの判例がこれですからもちろん結論はどうですか示談交渉有効でした無効でしたこの判例これ無効にしたんですね下から2行目何ら効力はないと判事しましたって書いてあります お母さんがあ生まれる前の子供をですを、ね、代理して和解契約しました時短交渉しましたそれは無効ですよ何ら効力はないですよという話になったわけです。よろししいでしょうか。 で、あとは、欄外の先取り情報を見てもらうと、登記実務は、解除条件説を取り、退治名義の登記を認めています。実は次にある科目である、不動産登記法では解除条件説に立ちます。だから 法律が違えば趣旨が違うので解釈が違うというまたのが出てきて、えー、不動産登記法では対峙名義の登記を認めていますただ、皆さんいいですか手続き上認めているだけですからあのあ不動産だから遺産分割ができるとかいう話ではなくて遺産分割はできないですでも、法廷相続で名前を載せられるということ。 遺産分割を進められるわけではないですが相続人の1人としてえ胎児の名前載せちゃっていいからね登記簿に胎児の名前載せちゃっていいからねあ不動産登記は多分胎児生まれるっていうふうに考えて名前載せときますからという形であの後で登記簿を修正するのが大変登記簿をこう直すのは嫌だっていう風に不動産のとは考えるわけですね。え例えば お,ね、お兄ちゃんたちだけの名前載せて後で胎児がいたので名前を付け加えますという修正が嫌なんですよそうあの、えー、取り分変わっちゃうしだったらもうどうせ生まれるんだったら載せといてと後で修正しなくて済むでしょという立場を不動産投機は取ってるんですね登記簿が複雑になるのを恐れてということで胎児名義の時許してるのが不動産投機と、えー、いうことになりますこれはまた不動産登記でやります 15ページいきましょう。ということでこれが胎児の話でした。でここまでの話は何をしていたかというと出生の話をしていた出生の話をしていた生きてあ生,ま生まれたら権利能力ありますよだから胎児には原則権利能力ないんですよでも3つのケースだけ権利能力ありましたよ3つのケースなんでしたすぐ覚えちゃってくださいね相続、遺贈損害賠償この3つのケースには。あ まあ権利ありましたでその権利があるっていうけれどもどういう意味であるんですかっていう学説をやったわけです生きて生まれたらあるんだよと言いますけれどもその生きて生まれたらあるっていうのはどういう意味ですかっていう学説があったよというそういう話ですでは次に行きましょう次は15ページで漢字の4番「権利能力の周期」という話です 1>, 1行目見てください権利能力の周期については民法は直接には何ら触れていないが次チェックです死亡によって権利能力は消滅するということですね、まあ、そこだけ押さえておいてください死ぬともう所有権を持ってられなくなるから相続が起こるわけですそこだけで結構です、まあ、その下の同時死亡の推定というのは相続の話なので相続のところでお話をすることになりますで16ページも相続のところでお話をします で結構ブレークするテキストはパスするところも多いですがあ効率的な復習のためにそういうところはあの、まあ、基本的には読まなくて結構ですからね。講義で触れたところチェックしたところ、えー、を見ていただければ結構です。あの一軸読んんんんでででいいいるとと、ころ、今はいいですけれども、だんだん科目進んでいくと あのまあ、なかなか効率的な勉強じゃなくなっちゃいますし大事なところが頭に入らなくなっちゃいますからまずはあの全部読みたくなる気持ちもあるとは思いますが辞書だと思っていただいて講義でチェ,だからチェックしているわけですからそういうところをしっかり復習をしていただいて携帯使用書をしっかり覚えていただければいいわけですよよろしいですねあただ、例えばチェックしたところのあ理由が分からないから前後を見るとかならいいですよで全然こう項目ごとパスしたのにそこを見ましょうみたいなことは原則としてする必要はないです。 では17ページ、今度は医師能力のお話、意思能力のお話これは真ん中あたりに太字があって、事故の行為の結果、事故の行為の結果という太字がありますが、その2行上から見てください、えー、それは事故の正常な医師活動に基づく行為によることを前提とする、えー、すなわち、そこからチェックです。 契約という法律行為が本来の効果を生ずるには事故の行為の結果それによって事故の権利義務に変動が生じる例えば売買によって自分の土地所有権が飼い主たる相手方に移転するを弁識するに足りるだけの精神能力この能力を意思能力といえ大体何歳から10歳の子どもの精神状態を指すを有するものによってなされなければいけない。 これ何言ってるかというとあの契約というのは意思能力がある人によってやらなければいけないですよというふうに言っているわけですだからあの将棋の大会でえ将棋をさせるためにはルールを知っていなければいけないよルールも知らない人がなんとなく駒を動かしてこう動かしても試合にならないわけですよ契約にならないわけですよだから契約をするためにはちゃんと意思能力があるルールを知っている。 で、じゃあ民法の世界でこの財産獲得ゲームのルールを知ってるってどういうことかっていうと自分がどういうことをしたらどういう結果があるのかこれを知っていることです負を一個動かしたら前に進むとかあそういうですねどういうことをしたらどういう結果が待ってるのかっていうのを知っていることこれを意思能力と言いますそうすると、えー、自分一人で支配ができる契約を結べることになるわけです ルールを知らない人がやった試合は無効試合になります。ちょっと条文を見てください。民法の三条の二。民法の三条の二。で条文も引いた条文はですね。薄い蛍光ペンなどで塗っておいていただければいいかなと思います。えー、黄色とか、薄いので塗っておくといいですね。で二回目塗って濃くすれば、ああこれ重要な条文だってわかるじゃないですか。 で何回も引く条文っってやっぱりあるわけですよ一応、えー、私の監修した6法だと十条文には色ついてますが、まあ、自分で塗っとくといいですねそうそう3条の2っていう条文なんですが法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかった時はその法律行為は無効ですって書いてあります意思能力を有しない人がやった法律行為は無効、えー、ルールを知らないような人がやった試合は無効試合ですよってことです まあ、例えば3、4歳の子供をイメージしてください。だけれども、じゃあエントリー資格があるからこの財産獲得ゲームに参加できますとでも参加できますけど自分で試合ができますかっったらできないんだって話だってルール知らないんだからじゃあこの法律の世界のルールって何かっていうと自分がこういうことをしたらこういう結果が待ってますよ例えば売買契約を結んだらお金が。 払わなければいけない自分のものになるとかそういうことを知ってないといけないってことですよってことは簡単に言うとちっちゃな子供って図書館と本屋さんの区別がついてないんですこれついてないってことは意思能力ないってことですよなぜかというと本屋さんで本を買うというのは売買契約で自分のものになるけどお金が必要なんです図書館というのは借りるわけですからこれは使用貸借契約と言いますそうすると お金はいらないんだけれども後で返さなければいけない1週間後に返す義務があるわけですそういうことを分かってないと契約にならないということですよだからそういう人が結んだ契約は無効そういう人がやった法律行為は無効何か法律的な行動を取ったとしても無効になっちゃうよということなんですよろしいでしょうか だから今チェックしたところの太字だけ折ってもらえば自分の行為によってどんな結果が待っているかを弁識するって書いてありますがわかる能力のことをこの意思能力というふうに言うわけですまあ、図書館と本屋さんの違いがわかる能力というふうに、まあ、なんとなく思っといてもいいですが本を買ったらお金がいるんだとか本を借りたら返さなきゃいけないんだとそういうふうに自分のやった契約がどういう効果を待ってるのかっていうのが分かってなければいけないんだよってことになります だから幼稚園の子どもがです、ね、友達とあなんとかちゃんの,その部屋にあるなんとかっていうの欲しい、うん、買うよとか言ってもそれは契約にならないわけですよ、分かってな,ってなくて言ってるからという話ですよね。 では最後の34歳ぐらいの子どもや重度の精神障害者泥酔者のようにたとえ行為の意識はあっても意思表示をしたときに意思能力を備えていなかった場合は法律行為は無効になりますよということです。 よろしいですね契約というものはよく分かってないのに結んだって無効だと、試合、ルールが分かってないのに、法律的な試合やったって無効試合ですよと、こんな話です。で、そうすると皆さんは、あれというふうに思う人がいるんですが、その例えば3、4歳の子どもも、財産獲得ゲームにエントリーはできます、だから契約の当事者になったり、所有者になったりできるんですが、でも自分で契約を結べないってどういうことなんですかっていうと、だからあの代理っていう制度があるんです。 3、4歳の子どもは、えー、エントリー資格あるけど自分で試合ができないから代理人にやってもらうってこと代理人に契約してもらうあうちの、うん、息子が買いますと保護者犯行みたいな感じで代理人が契約するんです、えー、これ将棋大会だったらあの代理人が指したら何かおかしいですけど、えー、別に財産獲得ゲームは代理人がいてもいいんですよだから代理人があその本人の代わりに契約を結んであげるだからこのような意思能力ない人とかはみんな代理人がついてます 例えば子どもだったら親が代理人ですっていう形ですよねあとは成年非後見人であれば成年後見人という代理人がついてますよこんな形で代理人が契約を結んだりするんだよだから代理っていう制度があるんだエントリー資格はあるこの財産確保ゲームの主役にはなれる土地は所有できる契約を結べるでも自分で結ぶ能力がないじゃあどうするんだったら代理人が結ぶとこんな話になるわけですねだから後でまた代理っていうところでお話はしていきます では18ページのところから3つ目の能力である好意能力のお話に進んでいきたいというふうに思います。えー、行為能力というのはどんな能力でしたかというと、まあ、いわゆる自分一人で、えーまあ、有効な契約結べるよ。 とというこでではあるんですが、まあ、簡単に言うとちゃんと将棋の定石を知ってる勝ち方知ってるよ俺負けねえからみたいなそういうのが、えー、この性行為能力なんですね。でその行為能力がない制限されてる人のことを制限行為能力と言って、まあ、一応民法の世界では行為能力があるのが普通なので,で行為能力がない人を今から勉強していきます。 行為能力が普通にまともにある状態は普通に契約を結べるのでじゃあ行為能力が制限されてる人それがどういう趣旨で制限されてるのかで制限されてる人にはどんな人がいるのかっていうのをちょっと勉強していきますねえちょっと講義ノートの2ページを見てください講義ノート2ページえ制限行為能力者制度の趣旨と書いてありますが 例えば15歳のもの意思能力はあります34歳の子供ではないから売買契約のシステムは理解してますね、えー、お小遣いもらってお金,があのお金払ってだから自分のものになるって分かってますよだから矢印の下試合はできます契約自体は結ぶことができますしかし15歳などというのはまだ判断能力が不十分ですから悪い人間に不利な契約を結ばされかねません まだカッコつけてる時期ですよねいやこんな車ぐらい持ってた方がいいよって言って高い車売りつけられちゃって、えー、もうすごい借金を15歳から負っちゃうとかそういうことになりかねないわけですよですからその下どうすればいいかっていうと確かにエントリー資格はあるし自分で契約を結べるんだけれどもでも自分で契約を結ばせたら危ないんです15歳判断能力少ないから保護してあげようって発想なんですね だからこの制限行為能力者というのはどうしてそういう行為能力が不十分な人を制限するのかというと保護してあげたいからなんですねレッテル貼ってお前、能力ねえぞっていうんじゃなくて能力ないから保護してあげよう能力ないから保護してあげようっていうのがこの制限行為能力者という制度なんです。契約を 将棋に例えてきました。で、まあちょっともうヒントは言ってるんですが、例えば将棋だったら弱い人をどうやって救ってあげればいいですか。まあ例えば将棋で負けちゃったら100万払わなければいけないっていう試合で、えー、じゃあどうやったら保護になりますか。まずアドバイザーつけてあげる。代わりにやってあげる。待ったを許してあげる。契約もこの三つなんです。 そこでのの下本人の法律行為を制限します、まあつまりこれはアドバイザーつけてあそれは1人一人じゃだめだよあその手させていいよって同意もらった上でやるみたいなということで本人の、えー、やれることを制限します2つ目保護者をつけて能力を補充しますアドバイザーつけますで最後、えー、自分で勝手にやっちゃったら待ったができます制限された行為を本人が単独で行った場合には取り消すことができますということで 必ずアドバイザーをつけて保護者をつけて能力を補充していく場合によってはその人に代わりにさせてもらったりアドバイスもらったり同意もらったりしてやっていくんですで自分一人ではさせないようにして、えー、自分でやっちゃったら取り消せるようにしていくこんな話だと思ってくださいでこういうイメージを持った上で一つ一つ見ていきますでは2ページの下まずその制限行為能力者と呼ばれている人がどういう人がいるのか見てくださいまず年齢的な ものが未成年者ですで保護者が法廷代理人基本的には親です。で残りの3者は認知症などの精神的な障害を持っているような人認知症とかの精神的な障害による判断能力不十分なものこれが3者いて成年非後見人非補佐人非補助人と3者います。でこの3者は どれぐらい制限するかっていう、まあ、言ってみればレベルの差だと思ってくださいで成年非後見人が一番あの判断能力がないで非補助人はあの一番あるで非補佐人が中間といった感じですね。 だからもちろん、成、えー、年非後見人に対する、えー、この制限の方が、非補助に対する制限よりもだいぶこう強いわけですよ。と、うん、いうことで、えー、この能力がないような人、制限能力がです、ね、不十分な人、かもならないように、えー、きちんと保護してあげましょうという制度が、この制限行為能力者の制度なんだと。でえー、皆さんは あこの4者がいることを押さえてくださいで未成年者、成年非公権人、非補佐人、非補助人ですあとはそれぞれの保護者の名前を覚えましょう、えー、成年非公権には成年公権人非補佐人は補佐人非補助人は補助人ですまあ非っていう言葉を取ればいいですから分かりやすいかなと思います、まあ、例えば補助っていう制度があってその保護者が補助人ですよで補助される人が非補助人ですよこんな形ですねでこれを今から一つ一つ見ていきます まずは年齢的な制限から21ページテキスト漢字の2番、えー、年齢に基づく制限行為能力の制度ということで未成年という制度から見ていきますまず21ページ頭1行目見てください民法は成年期を20歳としていますで3行目チェックしてくださいしたがって未成年者とは出生の日から起算して20歳に達しないもの 20歳になってない人を未成年者と言います20歳になってない人を未成年者と言います,、まあ20歳,ですね、20歳になってない人を未成年者と言って民法では制限、行為、能力者扱いをして勝手に一人で契約しちゃあかんぞと保護者つけるぞと待って許してあげるぞとこんなふうに制限しているわけですで20歳になったら大人になりますというのは実は民法で決まっていますあの憲法とかじゃないですからね どこの法律で決めてるかって結構大事な話で例えばあのこのですね二十歳があ大人になるよというのは民法で決まっているとただあの例えばよく衆議院とか参議院とか2つもいらないからあの参議院廃止論ってありますがあれは憲法で決まってるので憲法改正をしないと参議院って廃止できないんですねただ二十歳を変えようと思ったら民法改正で済むんですあとはよく あの女性天皇を認めるかどうかって話がありますがあれもですね実は憲法では決まってなくて憲法では世襲ということが決まっているので実は皇室転半という法律の改正で済むんですね女性天皇を認めるとか認めないっていうのはだからどこまでがどの法律で決まっているかって大事でこのじゃあ青年が二十歳だっていうのはどこで決まっているかって意外と知らなくて皆さん民法で決まっているんですねただただですよちょっと民法の4条を見てください 年齢18歳をもって成年とするこれ改正されてますねでえー、っとまあ大体の6歩、まあ、あの合格6歩なんか資格があって資格の中にあえて青色つけてますが18歳は平成34年3月31日までは二十歳なんですねだからこちらが現行法です2020年の4月から18歳 2020 2022年ですね、平成34って書いてありますから、あの2022年です、まあ、令和でいうと2年です、まあ、条文上は一応、平成34ってことになってますが、えー、この改正されたときは平成でしたからね、ですから、平成34、つまり令和2年ですか、あ違う、令和4年か、2022年ですね、2022年、令和4年ですね、ごめんなさい、令和4年、令和4年から18歳。 2021年の試験を受けます2021年の試験は2021年4月1日に運用されているこれ施工と言いますが運用されている法律で実施されますだから皆さんが試験を受ける時の法律は二十歳ですそちらで勉強してください その1年後に18歳に歳運用が変わりますだから法律というのはまず国会通りますで国会通って、えー、条文ができますでもその条文ができました交付されましたって時に運用が始まるわけではなくて施行日っていうのがあっていつ運用しますかっていうのを施行ってわけです施行されて初めてそのルールが運用されるわけですよでその日が えと2022年なので2020年に2022年にならないと18歳にならないので試験にも出ませんだから皆さんはあまだあ条文上はなんか18歳変わっちゃってますけど現行法であるその改正前であるこちらは、えー、と20歳二十歳でもって勉強していくことになりますよろしいでしょうか、まあ、言われてみればニュースなんかで知ってましたよね成人年齢が変わりますみたいないう話です とということで一応合格六法ではですね私の方で、あで勉強しなくていい条文にはあの黒色塗っておきましたからあこれは、この18ではなくて二十歳で勉強してくださいという意味になっておりますでは次です21ページテキスト数字の2番「青年犠牲」で犠牲というのは「みなす」ってことですねみなす 犠牲すするってこと見な一行チェックしてください未成年者が婚姻をしたときにはこれによって成年に達したものと見なされます未成年者が結婚しました例えば18歳と18歳が結婚しましたとなったならば大人と扱うよってことです大人と扱うよ成年に達したものと見なす 成年に達したものとみなすで成年に達したものとみなすってことはどういうことかというと行為、制限行為能力者じゃなくなるちゃんと能力を持った人として扱いますあなたがもう、えー、契約したらマッターはできませんと保護者もいなくなりますと独立した人としてやってくださいって扱いになりますだからたとえ19歳だったとしても もう結婚してから契約したらもう取り消せないですよ待ったもできません保護者もいませんしという話になります大人扱いですあの結婚すると、まあ、例えば子供が生まれたりしますよねで子供が生まれたらその子供の保護者になるんですよ、逆に。 自分が保護されてる場合じゃないってことです一家として独立してやっていこうってことなんだからじゃあもうお父さんとお母さんには能力与えますから独立して子どもの面倒を見ながらやってくださいねっていう話なんですもう保護されてる場合じゃないでしょうとあとはもう結婚するぐらいだから能力もあるでしょって話ですということでもう大人扱いにしちゃいますまあそうじゃないと子どもの面倒見る大変になっちゃうから 自分が能力なななないいと保護者にもなれ,、ま、なれなくなっちゃいますからねだから能力上げるからちゃんと保護者としてやっていきなさいといった話です。その代わりあの未成年者というのはいろいろ契約するときに同意が必要だという話を今からするんですがこの未成年者が結婚するときに親の同意が必要です。 まあ普通は親の同意なく結婚できるんですけど未成年者の結婚は親の同意が必要ですだからその同意が最後の同意ですねもう結婚していいよって同意したらもう大人になりなさいっいう意味ですあただ民法上大人になれるとてことですね民法上成年扱いですだから他の法律で成年扱いになるわけではないのでタバコが吸えたりお酒が飲めたりとかあるいは労働でもってです、ねえー、未成年の保護はちゃんとありますと。 いう話になります民法上大人扱いつまり民法上契約を一人で結べるぞ民法上待ったが許されないぞっていうふうに民法上成年扱いになるだけであって他の法律で大人扱いになるわけではないんだということを押さえておいていただければと思います。であと下のステップアッププアなんですが青年犠牲につついて一 問題点があって、例えば18歳で結婚しました19歳で離婚しましたさあその離婚した19歳の子は大人ですか子供ですかってことどうします皆さんが立法者だったら離婚したんだから子供に戻そうってなるのか一度結婚したんだから大人扱い続けるかこれ大人扱い続けさせますっていうふうに考えた人はまあ 自分の思考通りですから無理に覚えなくたって大丈夫だとは思うんですけど21ページの下の方の A、B に分かれているうちのが B です。B の3行目、えー、チェックしてください、婚姻が消滅しても原則として青年犠牲の効果が継続するあ子供に戻るんだって思った方はちゃんと理由を押さえてくださいね一度大人にしたものを子供に戻すっていうのは不自然だっていうことです。 であの人また能力がなくなったんだってみたいなことになったら複雑になっちゃいますしねだからまあ18歳で結婚しました19歳で離婚しましたあと1年だしまあ大人扱い継続でいいんじゃないって話ですよその方が簡易だし、まあ、子供に戻るのは不自然だしってことです。ということで押さえておけば結構です。 ででは次です今度は22ページでは未成年者は何ができて何ができないのか何をすればどうなるのかというのを見ていきますまず図表の12を見てください、えー、図表の12図表の13で一番大原則が書いてありますがこれ何が書いてあるのかというと条文いきましょう民法5条です 民法5条未成年者が法律行為をするにはその法廷代理人の同意を得なければいけない親の同意をもらった上で契約しなければいけないということですね親の同意をもらった上で契約しなければいけないでもし同意をもらわないで契約などをしてしまったら法律行為をしてしまったらどうなるかっていうとプレーをしてしまったら5条の2項です。 全校の規定に反する法律行為は取り消すことができる、全くができるんです。だから、親の同意をもらって、そのプレーをしなければいけない、契約をしなければいけない、法律行為をしなければいけない、もし、えー、同意をもらわないでやっちゃったら、全く許されるんですよ、取り消せるよ、取り消せるよってことになります。では、テキストでチェックしていきましょう、22ページ下の方の括弧1番、22ページ下の方の括弧1番です。 2行チェックです未成年者が契約等の法律行為をするにはその法廷代理人の同意を要し同意を得ないでなした法律行為は取り消すことができますこれを図解したのがその上ですね図表12です図表12、えー、こちら未成年者が あの勝手にやってしまったああいう法律行為に関しては取り消しができますちょっとそれはあ子どもが判断能力を有しないでやった契約なんで、えー、待ったですなんて形で取り消しができるんですねそれに関してこちらちゃんと有効な契約をするにはどうすればいいかっていうと親の同意が必要です,ですから法廷代理人が同意を与えて契約したというのならば取り消しはできないってこと,ですということですということで えちゃんと契約しようと思ったら親の同意がいるんだ法廷代理人の同意がいるんだということになります。ということで未成年者の大原則同意を得て契約をしなければいけないで同意を得ないでした契約は取り消せると、まあ、これが大原則ですじゃあ23ページいきましょう23ページの頭のところの small b チェックしてください。 法廷代理人は第一次的には親権者、親ですね第二次的には未成年後見人であるとまずそこまで、まあ、これまた後であので親族というところで勉強しますがじゃあ誰がその保護者ですか誰が法廷代理人ですかというとまず親がいれば親ですだから親権者っていいます親がいれば親で親がいない場合には保護者がいないのかっていったらそんなことはありません。 えー、例えば、両親が死んじゃったとしたらそれはじゃあ親がいないから保護者がついていないというんだったらこれはあの保護にならないわけですよだから裁判所が親代わりをつけますこれを未成年後見人と言います例えば、あの親がです、ね、ちょっと事故で、えー、亡くなっちゃいましたとそうしたら裁判所が審判してくれます。例えばじゃあ 親戚のおじさん、おばさんを保護者代わりにつけましょうとかあるいはいなければ NPO 法人をつけましょうとか弁護士の先生つけましょうとか言った形で保護者代わりををつけてくれれまますすこれを未成年後見人と言いますだから親戚のおじちゃんがですねじゃあ私が親代わりになりましょうって言うだけじゃだめなんですね裁判所に行ってちゃんと未成年後見人に指定してもらう審判が必要になりますからそうすると初めてこう親の代わりに保護者になることができるんだ。 でそういうシステムはあの親族法というところで勉強することになります、まあ、とにかくここで勉強しておけばいいのが第一次的には親権者って親なんだで第二次的には未成年後見人なんだということですねでは次チェックしてくださいスモール C 同意は目次でも良いまた取引の相手方に対してなされても良い、まあ、これはです、ね、チェックしてこれから大体そうです大体何でも目次でもいいって言われたら大体当たります 目次っってていうのは態度ってことですね例えば、明確に、えー、うちの子供がそれを買うことについて同意をしますとか明確に言う必要ないんですよ。運とか言えばいいんですあるいは許すとか言って行かせるとかあとにかく、まあ、同意の態度があ,あればあそれで有効な契約が結べるよってことあるいはその同意というのは相手にしてもいいです契約の相手。 その子供にに同同意意ししなくててもも相手に同意してもいいです例えばあのうちの子がね「今からあの車買いに行くから売っていいからね」とか言った形で「相手にこう,同意するあうちの子がね、えー、一丁前にバイク欲しがってんだよちょっと売ってあげて」なんてバイク屋さんに先回りして「同意してよ」。 置くとかこれだっていいわけですよ。ということでその未成年者自身に同意してもいいし契約の相手に同意してもいいですよということになります。まあ契約の相手が不安で電話してきたりしますからね、えー、そうするとあいいですよなんていうふうにこう言ったらそれも有効な同意になりますということです。でスモールデー、まあ、取り消せるって話なんですがスモールデーの最後の一行をチェックしてください未成年者が取り消す場合でも法定代理のでは要しない。 未成年者が取り消す場合でも法廷代理人の同意は要しないあの取り消しは一人でできますだから取り消しをするときに同意はいらないんです取り消しをするときに同意はいらないんですあとで,でやりますがちょっと120条という条文を見てください120条これ120条の解釈なんですが120条に取り消し権者というのが書いてあって 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は制限行為能力者で括弧を飛ばしてまたはその代理人、承継人もしくは同意することができるものに限り取り消すことができるって書いてあってじゃあ,あの、未成年がやった行為は取り消せるよ、えー、同意なしにやった行為は取り消せるよっていうんですが誰が取り消せるかっていうと、まあ、代理人とか書いてありますから法廷代理人親は取り消し権がありますし制限行為能力者自身も取り消し権があるって書いてあるわけです。 とということで例えばあの同意なしにうちの息子が契約しちゃったって言ったときに誰が取り消せる、まあ、それが取り消せる契約だったのに今、勉強しましたよ誰が取り消せるのかというと親がもちろん取り消せますうちの子の契約取り消しますとそれ代理人とか書いてありますから法廷代理人に取り消せますよであとは未成年者自身も取り消せますで120条に書いてあるということは取り消せるということですね。だからあ 変な契約オートバイお金がないのに買っちゃってこれから借金まみれか取り消そうって自分で思って取り消せばいいわけですあるいは親がお前変なもの買っちゃってって取り消してもいいわけですで120条に制限行為能力者本人って書いてあるということはちゃんと取り消せるって意味ですつまり同意なしに取り消せる1人で取り消す能力があるってことですよろしいですねだから取り消す時に同意はいらないです取り消していいとか 契約するには同意でいりますよ。売買契約していいって同意がないと。それは取り消せる契約になっちゃいますが。取り消しというもの自体には同意はいらないわけです。どうしてかというと。あの、なんで、何かするときに、プレイするときに、親の同意がいるんですか?。未成年者がカかになっちゃったり、損したら可哀想だからですよね。で、取り消しって絶対損しない行為です。だって。 取り消しって何かっていうと元に戻るわけだから元に戻るだけで初期状態より損することはないわけですよ。あもしかしたら得がなくなくる可能性ありますよいい契約した取り消したなんでお前取り消すんだ、まあ、でも元に戻っただけなんですよマイナスになることはないですねだからまあ最悪元に戻るだけなんでもしかしたらすごい有利な契約をしたのに取り消しちゃったら損するようなイメージにありますがまあ 得はなくなるけれども元に戻るだけなので損はないわけですということで取り消しは元に戻るだけなんだから一人でやらせても最悪大丈夫だということですということで取り消しに関しては一人でやることを認めてます法律は一人でやることを認めてます元に戻るだけだから初期状態よりは損しないだろうって発想です初期状態よりは損しないだろうという発想 では次です未成年者が例外的に単独でできること3つ勉強します23ページ括弧2番例外まず2行チェックしてください、えー、未成年者の利益を害しないかまたは法廷代理人の包括的同意があると認められるような次の行為は未成年者も単独で行うことができます 今からお話をすることは未成年者は単独でできます。で未成年者が単独でできるということはどういうことかというと単独でやっても取り消せないということです単独でやっても有効になるということ親のだ同意なしにやっても有効な契約になるよ親の同意なしにやっても有効な法律行為になるよっていう例外です普通は同意なければ取り消せますただ今からお話をする例外に該当するもの 例外に該当するものに関しては同意なしにやったとしても有効だ同意なしにやったとしても有効だ取り消せないよということですねではスモール A ですチェックしてください単に権利を得または義務を免れる行為これ条文で言うと5条1項5条1項正し書きってやつです5条1項の正したしって書いてあるところたし書きっていうんですが正し えー、単に権利を得また義務を免れる法律行為についてはこの限りでない1、えー、人で有効にできますよってことでこれはどうしてかっていうと単に権利を得ってことはプラスにはなるけれどもマイナスにはならないんですあら義務を免れるってことも単に義務を免れるとは絶対プラスなんですよもらうだけ義務を免れるだけだからもうどう考えてもプラスでしかないものについては1人でやっても有効ですってこと 売買契約はだめですよ、物は手に入りますが、お金が要りますからね、単にもらうだけ、単に義務を免れるだけ、そういう行為であれば、一人でやっちゃってもいいですよ、例えば図表14見てください、一チェックしてください、負担のない贈与を受ける、これ、もらうだけだから、一人でできます、同意なしでやっても有効です、同意なしでやっても取り消せません、ただその次、負担付き贈与、これ、罰です、負担付き贈与。 負担付き贈与というのはあげるけれども代わりにこれしといてとていうなんか負担がついちゃってるんです例えば家あげるよっていうんだったらもらえば得ですよ、まあ、最悪売りはいいんですからお金にはなりますねで家あげるよその代わり老後の面倒を見てって言われたらこれはちょっと負担ついてますよですからそういうのはその負担がどんだけ重いか自分では判断できないから同意なしにやっちゃったら取り消せる契約になりますで次丸四番丸五番の比較です 番債務の免除を受けるは丸債権の弁債を受けるは罰です債務の免除例えば皆さんが未成年者としてあの債権がありますでこれ免除してあげるよって言ったらこれ免除してもらったらいいですよもう請求されずに済むから,だから絶対得ですよね。 でも弁済はどうですか弁済いや債権があるってことは弁済受けたくて債権があるわけですよでも弁済っていうのは弁済されちゃうと債権がなくなるので一方的に有利なこととは思えないですよねあとでももちろんちゃんとお金もらえればいいですがじゃあ家を建ててあげますっていう債権を持っているときにそんな家でいいんですかとか歌を歌ってくれて債権があるときに、えー あらなんか変な現場で歌ってもらったけどあれでよかったのかみたいな話になるわけですねだから弁済というのはあのう債権が消えちゃうもう歌ってもらう権利がなくなっちゃうわけですよあれでよかったのって話になるわけですですから反対に債権が消えてしまうから一方的に得とは言えないわけですということで債権の弁済を受けるというのは親の同意をもらった上でやらないとだめなんですよということになります まあそんな感じで抑えてください。債権というのは反対に弁済を受けたのはいいけれども債権がなくなるというところはあるわけですね。ということは一方的に得するとは言えないわけです。あの弁済でよかったのみたいなことになっちゃうわけですよ。で次です。スモール B チェックです。法定代理人が目的を定めて処分を許した財産。 をその目的の範囲内で処分しまたは目的を定めないで処分許した財産を処分する行為まあこれ目的を定めて処分許した財産というのは学費とか旅費ですよねそれから2行目の目的を定めないで処分許した財産というのは小遣いですよですから旅費とか小遣いを使うのは OK ということだからちっちゃな子がコンビニでうまい棒を買うのは取り消せませんそれは小遣いの範囲内で買ってるからそうじゃなかったらちっちゃい子が あのお小遣いであの駄菓子屋で契約できなくなっちゃいますもんねだからお小遣いを使うとか親からこれは旅費だから使いなさいって言われたものを使うのはできるよということです。で最後 c ですあ今のは5条の3項に書いてありますから後で条文見ておいてくださいね。 で次が6条に書いてある話で6条条文から見ちゃうと一種または数種の営業を許された未成年者はあその営業に関して成年者と同一の行為能力を有すると書いてありますのでテキストチェックですスモール C 法廷代理人から一種または数種の営業を許された未成年者の営業に関する行為です。 つまりお前は営業していいぞって言われたらその営業についてはちゃんと能力ありです営業については親の同意なしにすることができますあの未成年者だって社会に出ますで社会に出てねえあの ラーメンやっていいっつってラーメン屋開くこともあるわけですよ未成年者で18歳でラーメン屋開きましたと言った時に未成年者だからじゃ契約できませんってなったらお客さんにラーメンの供給契約を結べなくなっちゃうわけですよねだからお前はラーメン屋をやっていいよって許可をもらったら親から営業の許可をもらったらその営業の範囲内では大人と同じ契約ができるってことラーメンくださいいいですよって契約できるんです よろしいですね、その分、一括に許可が必要です。お前は営業していいぞとそしたらその営業の範囲内ではあ親の同意なしに契約を取ってきていいんだということですで23ページの最後の2行はおまけで書いてありますが一種または数種とは取引単位としての特定の営業という意味です1個の営業の一部に限定して許可することはできませんということですね、まあ、だから例えばですねあの お前はまだチャーシュー麺に関してはだめだとかそういう話にはできないわけですよ。ラーメン屋をやっていて許可それをもう一種の営業として許可しなければいけないのであって。 またチャーシュー麺は1人で取ってくるには早いとかそういう話にはならないということになりましたよろしいでしょうか。ということで、えー、未成年者の能力についてまとめておいてください、えー、未成年者は原則1人ではできないから親の同意が必要だで親の同意なしできるものは3つあるぞといった形で押さえておきましょう、えー、では、えー、時間ですので10分休憩して、えー、今度は残りの3者です、ねえー、の方にも進んでいきたいと思います、えー、まずは10分休憩しましょう休憩です。 えー、それでは後半の講義ですね始めていきたいと思います。えーまあ こうやって講義の方を進めていきます。で、1回1回ですね。やったことをしっかりこう。身につけていただければ合格できます。で、この司法書士の試験っていうのはもう情報量が多い、えー、このえー、まあ、講義の中でも結構いろんなことをお話をしていますが、これがあ130回続いていて、それを全部頭に入れなければいけないという難しさですから。そのためにはこう1回からの講義をまずはしっかり聞いて復習していくというところがまず第一歩ですね。 であとはあの科目が進んでいったときに前の科目を戻ってきてちゃんとメンテナンスするというところが次の難しさになりますがとりあえず、まずは民法を進めていきますから1回1回の講義をしっかり聞いてまずテキストを理解してで携帯証書をしっかり覚えちゃってということを毎回毎回こう積み重ねていくということになりますからまずはしっかりついてきてもらうと。 ということですその着実な努力した方が合格できますから一回一回ですね講義聞いて復習の方地道に頑張っていただければという,ふうに思いますではいきましょうかで23ページのところで未成年者についての能力についてお話をしましたがここでですね講義ノートの3ページのところで今度は未成年者の保護者の権利保護者には何ができますか。 保護者は何ができますかという話をちょっとしていきますで実際にはこれあの親族法のところの条文なんか使っていくので、えー、テキストは後で出てくるんですがあ未成年者がこれができますってことは親がこれができますってことと話がつながっていきますから親の権利ですね親には何ができるのか法廷代理にはどんな権利があるのかをちょっと見ていきます3ページ講義ノート見てください。えー、未成年者のの法法代代理理ままず ① は同同意意ががあありす人にる えつまり、えー、法廷代理人は未成年者の行為を有効なものにするために事前に同意を与えることができるんだもうこれ、裏返しとして理解すれば分かりますよね親の同意がなければ行為できないってことは親は子供がやることについて同意する権限があるってこと親に同意する権限があるから親は同意できるわけですだから同意もらって未成年者は自分で契約できるんですということですから同意権がある。で次丸2番 取消権なんですが法定代理人には取消権があるえ、つまり法定代理人は未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った行為を取り消すことができるんだで、これ皆さんですねえっ、ー、と、同意権がある場合には取消権がある同意権がある場合には取消権があるというのは押さえてくださいえ、同意権がある場合には取消権があるんだ これ基本的には同意権がある人は取り消し権があります。あま逆は真なるとは言いませんが同意権がある人は取消り、まあ、ははは取消し権がありますというそういうセットなんです。なぜかというとこれは簡単な話で親が同意しました同意する権利がありますこれ同意権ですよね。 でそれっていうのは同意しないでか勝手にやっちゃった行為を取り消せますという権限があって初めて、えーまあ、一人前の件になるわけですよで同意権があると言ったって同意なしでやっちゃって取り消せませんって言うんだったら同意権が絵に描いた餅になりますよね結局、同意もらわないでやっちゃえばいいじゃんってことになるわけですだから同意権があるということは裏を返せば同意しないでやったら取り消すからねってことまでないとそれは完璧な権限とは言えないわけですよ。 同意ができるということをきちんと有効にするためにはじゃあ同意がないと取り消すからねっていうことによって初めてててまとともな権利としし機能していくわけですね、えー、同意権を機能させるためにはあ同意がないと取り消すよそこまでして初めて、えーままあ、完全なこう権利と言える有効性のある権利と言えるんだということです。で同意権があるということはもう1つ画面見てもらうと同意権があるということは追認権がある。 同意権があるということはだからまあ同意権というのは取消権と追認権を引っ張ってくるんだと押さえてくださいで追認権って何かというと事後同意です事後同意ですから見てもらうとまた法廷代理人には追認権があり未成年者の行った法律行為を事後的に追認することができます 未成年者の行なた法律行為がすべて未成年者に不利益とは限らないからだあ追認をすると未成年者の行なた法律行為は有効なものとして確定するんだということですねだからあの事前に同意してやらせることができるんだったら未成年者が勝手にやった行為を事後的に同意する追認することだってあってしかるべきなんですよだから追認権もあります ただ未成年者が勝手にやっちゃった行為はだから親からすれば選択肢2つあって取り消すか追認するか取り消すとなかったことになるし追認すると有効になるわけですよろしいですねということで、えー、追認もできますこれも分かります同意があるということは見た上で同意するのが追認ですから同意権があるのに追認権がないのはバランス悪いわけですよこれから売買していいかって言って いいいっていうのは同意でバイバイやっちゃったんだけどつってもうやったこと分かってますからより追認しやすいですよねだから追認やっていいわけですただもちろんそれが変な契約であれば取り消し権もありますよ追認する義務はないですよでも追認してもいいわけです未成年者にやっちゃった行為がすべてあの変な損する行為とは限りませんからそれはですね取り消さないで追認してもいいですよってことになりますで実は親にはもう一つ権利があって丸三番代理権ですこれは 法定代理には代理権があり未成年者に代わり自ら契約などをすることができるんだことですでこすれはどういうことかというとあの15歳ぐらいの未成年者だったら、まあ、同意を与えてやらせることはできますが34歳の未成年者だって未成年者ですから例えば6歳ぐらいの未成年者もそうですね10歳ぐらいもそうかもしれません同意を与えてやら,せるよやらせるよりは親が自分でやっちゃった方が間違いないし楽ですよ。 ですから親が自分でやるでそのためには私はこの息子の親ですと言って契約をしていく必要がありますので代理人としてやっていく代理人としてやっていくとういうことができた方が未成年者のためにもなりますよねだから親には代理権もありますよということですよろしいでしょうか。ということで法定代理人の権限は同意権取消権追認権代理権の4つがありますよといった形で押さえておいてください。 でえー、テキスト31ページですね、ちょっと飛,ば飛んで31ページを見てもらうと、まとめの図表があって、未成年者が一番こう左側に載ってますが、未成年者の保護者の権能保護者の権能ええこれが代理権がありますよ。 同意権も追認権も取り消し権もありますよということですただこれ理論的に言うと同意権があるから追認権があると言える同意権があるから取り消し権があると言えるとこういう思考回路になってます 代理権は別ですけどね代理権は別ですが代理もできますよ、あとは同意ができますよ、あじゃあ同意ができるってことは追認にもできるんですねあ、同意ができるってことは同意がない場合の取り消し権も当然ありますねって話になるわけですね、同意権があるからつい権の取り消し権を引っ張ってくるんだ、こんな話になっていきます。 ということで、えー、前半の講義にプラスして、ちょっと未成年者の保護者の権能についてお話をしました。で後半のところはです、ね、今度は精神上の障害による、えー、制限行為能力者、えー、つまり24ページのところからいきます。24ページ、まず数字の1番が、成年非後見人ですで。それから次が、26ページの方に行って、非補佐人。 でそれから29ページの方にいて非補助人、えー、この3者を見ていきますではまず24ページの漢字の3番、数字の1、成年非後見人ですが、えー、これ、イメージでいうとあのもう日常的なことがわからないとか買い物が一人ではできないとか,そういうなんか認知症とかになっちゃったお年寄りなんかがよく認定されるのがこの成年非後見人ですね。 だから、まあ、全体構造でもお話をしましたが、まあ、皆さんが成年後見の仕事をしていくという時にはこの成年非後見人の保護者として財産管理をしたり契約をしてあげたりとかしていくような仕事が成年後見の仕事ですよということになるわけですでは、えー、1番、かっこ1、2行チェックしてください成年非後見人とは精神上の障害により自理を弁識,自理弁識能力を欠く状況にあって家庭裁判所の後見開始の審判を受けたもの ちょっとボールペンに持ち替えていただいて、要件を分けてください。まず、括弧して、精神上の障害により、自理弁識能力を欠く状況、括弧閉じ、これ、丸1。精神上の障害により、自理弁識能力を欠く状況。で、2つ目、2行目です。家庭裁判所の貢献開始の審判を受けたもの、そこを括弧閉じて、丸2。 とととといいうううふうに番号を振るるるつの要件があることがあここかると思います。こうやって文章で書いてあるテキストもちゃんと要件分けできるんですね、こうやって書き込めば。ということで2つの要件があります。1つ目が精神上の障害、例えば認知症とかあとは知的障害とかそういうことで、えー、自理・弁識能力を欠く状況で自理・弁識能力というのは、まあ、物事がよく分かっていないということですね、えー、自分のやったことが分かっていない、そういう能力分か、分かるという能力、そういう能力を欠く状況。あの まあ、あくまでもこれ現実問題ではありますからくったってゼロではありませんが、まあ、一応、くっていう言葉を使ってますからイメージはゼロということですね、ないっていうこと、自理・弁識能力がない、自理・弁識能力がない、もう日常的なことが分かりませんとで次なんですが、状況って言葉、状況って言葉皆さんがこうリスニングして状況っていうのを漢字書き取りしてくださいって言ったらこういう字書かないと思いますよ。これは 常なる状況ですから日常的に能力がないってことこですだからたまたま泥酔していてよく分かってないとかではなくてある,あるいは1週間ぐらいちょっとそういう状況にあるというのではなくてもう日常茶飯事それが普通の状況だということです。で、まあ、そういう状況だと認知症とかになっちゃって、えー、もう。 普通の状態が分かってない状態なんだとで2行目ただじゃあそういう認知症の方が全て成年非公権人かというとそうではなくて成年非公権人になって保護者をつけるためには裁判所に行かないといけません2行目家庭裁判所の審判を受けますじゃあこの人に関して成年公権の審判をしましょうと公権人つけましょうという審判が必要ですよろしいですね だから能力がないという自主的な要件だけで成年非後見になるわけじゃなくて家庭裁判所がじゃあそううししましょうってて初めて青年非公権になるんですそのような明確な線引きをしておかないといや能力ないんだから非後見人でしょうみたいな曖昧な状態が生じちゃいますからちゃんと家庭裁判所に行って認定受けて審判というんですが受けてそこで成年後見人と保護者をつけるという作業をしてそういう手続き的な要件を具備して初めて成年非後見になるんですね。 だから1行目の1が自主的な要件で2の方があいわゆるけ手続き的な要件になります。まあ、その下にも書いてありますスモール b ののの審判の形式的な要件のところ見てほしいんですが一定の請求権者による家庭裁判所への請求がなければいけませんで皆さんに覚えてほしいのはこの一定の請求権者まず本人チェックです。本人 自自分自身でも請求できますあもちろん能力がない状態であればなかなか現実問題は無理かもしれませんがたまたま例えばですねあの意識がはっきりしたときにこれじゃあやばいって,って自分で行くことでできるわけですよだから一応本人に認めてますただあそれは現実問題なかなか可能性が低いので配偶者、四親等内の親族そこがまあ身近な親族ってこと身近な親族 配偶者って結婚相手ですだから結婚相手とか、あとは4親等内の身近な親族、4親等ってどれぐらいの範囲ですかっていうのは親族でやります、まあ、配偶者とか身近な親族、でここは、まあ、とりあえず本人と身近な親族とぐらいでいいです、あまり細かいところまで覚えられませんから身近な親族と、あとはその次、未成年後見人、未成年後見監督人、補佐人補佐監督人、補助人補助監督人、ここは保護者。 もうすでにその人に保護者がついている場合には保護者者も申し立て権者です。そうすると覚えやすいんですが例えば補助が始まっていたけれども認知症が悪化したから成年後期に切り替えたいという時にはもう保護者がついていますからその保護者が申し立てられることができるわけですよ。 すいませんちょっと補助の制度を使って私が保護者である補助人なんですけどちょっと成年後見申し立てないんですというふうに言えるんですね、保護者。で最後、検察官チェックです、検察官。だから本人と検察官はしっかり押さえてください。検察官というのは民法に出てくるときには正義の味方です。民法にに出てくる時には正義の味方 まあ、学者の言い方をすると公益の代表というんですが、まあ、一応正義の見方と思ってください例えば、認知症のお年寄りがいるんですがあれ、身近な人もいないし誰も申し立てないぞよし、じゃあしょうがないから検察でやるかみたいな感じですだからもう誰もやってあげないからけ検察でやるしかないというときに検察官は民法では出てきます。 だから民法で検察官が出てくるときていうのはもう誰もやらないじゃないかじゃあここは一丁正義の味方である検察官がやるかっていう場面で出てくるんですね。だから検察官が出てくるのはみんなそんな感じ。ということで検察官はできるかできないかっていうことで言うとここはできるんだよということです。 とということで本人、親族、保護者、検察官という,ふうに押さえていただいて特に本人ができるということと検察官ができるということをしっかり押さえておいてください。まあ、本人ができるかどうかって多分覚えてないとできないかななんて思っちゃうところではありますからあ本人ができきるよししっかり押さえておきましょうねで次の行をチェックしてほしいんですが以上の要件を具備すれば家庭裁判所は必ず宣告をしなければいけない。 ここここれどういううういいいととととかというと裁量でで棄却することはできないってこといや要件満たしてるけど今回は見送りましょうとかそういうのはできないんですあ本人の能力を欠く状況ですよねでちゃんと請求がありましたよねって言ったら認めるんですよ裁判所が「要件は満たしてるんだけど」って言って棄却することはできないんですね。 よろししいでしょうかあもちろん要件を満たしていなければ棄却しますよ能力あるじゃんとかそういうのはもちろん認めないんですがあ能力がない状態であるでちゃんと請求も一定の請求権者からなされているという要件を満たしている場合には必ず認めなければいけないんです。でこの成年後見の審判がなされたらどうなるかというと2番のスモールェ行チェックですす年年人人には保護者がある青年後見人がつけられますこれがよく司法書士がなるわけですね。 司法書士は実際には4割ぐらい成年後見選ばれるうちの成年後見人のうちの 3, 3割半ぐらいですかね、えー、は司法書士ですよ司法書士はリーガルサポートとかでだいぶこう初期からです、ね、力を入れておりますからやっぱり裁判所からの信頼なんかもありますからね成年後見の仕事をしたいっていう時にまあ以前も言いましたが全体構造で言いましたが資格はいらないんですけど裁判所がこのように審判で けけてくれなけれななば仕事できないんです、ね、で司法書士はあ、司法書士はしっかりやってくれてるって裁判所から信頼がありますからあ司法書士がですねこの成年後見の仕事をするってことが非常に多いんだよということになりますでは25ページの方に行ってくださいで25ページの1行目法人が成年後見人でも OK ですだから自然人である必要はないですねだから例えば司法書士法人が後見人になりますとか 法人ででやるってことこもできますあの司法書士は個人で開業してもいいし会社組織である司法書士法人というのにしてもいいんですがその司法書士法人が貢献の仕事をしますというのでも構いませんであとはロ2人以上つけても構いません、まあ、例えばあの親族ですね配偶者と司法書士とかこういうのでも OK です。 配偶者がちょっと面倒を見てあげたいとか言ってるんだけども、ちょっと法律のこともわかんないし。じゃあ司法書士の先生と2人で後見人になってください。みたいなこんなことだってオッケーですね。で、25ページの派です。は成、えー、年後見人はその財産の管理とか、財産に関する法律上の代理などができるんですが、ちょっと火災の許可がまあ、火災って火星裁判所の許可がなければできないこともあってなおの後産行チェックですえー。成年後見人が。 青年非後見人の居住用不動産について売却賃貸え賃貸借の解除または定当権の設定その他これに準ずる処分をするには家庭裁判所の許可を得なければいけないあの住んでる家がなくなる可能性がありますから火災が OK 出さないとさすがに財産管理ができるっても居住用不動産の売却とかはいちいち火災の許可がなければできないことになってます。 で私も実は家売ろうと思ったことがあるんですがなかなか許可取るの大変なんですよ、これ。で、まあ、例えばもうお金作る必要があるわけです、例えば施設に入れなければいけないとかいう症状で、でもなかなかね、許可があのすんなり出なかったりするので大変なんですが、まあ、ただ、理、まあ 分かかることは分かりますよね、えー、勝手に成年後見人が暴走して家売っちゃって住み家なくなっちゃったら困りますからって話ですけど、まあ、あの必要性もありますからね許可もらった上でやりましょうってお話ではあります。で、えー、次ですね、えー、今度はスモール B 成年非後見人の行為能力さあここからちょっと法律的な話になっていきますが、えー、と図表が終わった後の3行チェックしてください。青年非貢献人の行為は 日用品の購入その他日常生活に関するものを除いて取り消すすことができますでそこまでにしておきますが成年非後見人が行った行為は取り消せるよってこと、まあ、ちょこと日用品,品がどうのこうのはパスしてとりあえず飛ばして読むと取り消せるって書いてあるこれ未成年の場合と言い方が違うの分かりますか 未成年の場合には同意なくやっちゃった行為は取り消せると言ってましたここはほら取り消せると言ってるわけですつまり次の1行っちゃけです成年後見人の同意を得て行った行為も同様ですだから同意があるかどうかにかかわらずやっちゃったら取り消せるんです未成年者の場合には同意がなくやっちゃったら取り消せるんですということで もう、えー、同意があろうがなかろうが取り消せます。成年非公け人が勝手にやっちゃった行為は取り消せます。同意があったって取り消せます。なぜかというと次見てください。えなぜなら精神状態の絶えず変化する成年非公け人にあってはあらかじめ同意を与えたとしてもその予測をした通りに本人が行為するということは期待しがたい方だと期待しがたいからだ。 え、このことは成年後見人に同意権がないことを意味する。後で後見人の能力をやりますが、同意権はありません。同意してやらせるっていうルートはないんですよ。あの成年被後見人はもう事理弁識能力を欠く状況ですから。もうわけ分かってない状況ですから。買い物もできないとかいう、そういう状況ですから。 あの同意した通りにやってくれるとは限らないので初めからそういうルートを作らなかったんです同意してやらせるっていう話をだからもうあとでやりますが代理ででやるしかないんですよだから同意してやらせるって話にはなりませんから同意って同意権がないだから同意したって無意味なんです同意したものも取り消せる同意したとしても本人がやったら取り消せるとこういうことになってるわけです。 同意して本人にやらせることが能力的にできないからもうまともに契約しようと思ったら保護者の方で契約するしかないわけですね。だから代理権はありりまますす後でやりますけどよろしいでしょうかね。 でじゃあ25ページの今、チェックしたところに戻ってもらうと1つだけできることがあります、1つだけ、まあ、未店年者3つぐらいありましたが、こちら1つだけです、日用品の購入などの日常生活に関する行為です、これはできます、だからまあ、それが何ですかって話はいいですから、日常生活に関するものはできるんだ、日常生活に関するものはできるんだというふうに抑えてください、よくこれ、ノーマライゼーションが理由というふうに言われてますね、ノーマライゼーション。 つまりあの認知症になっちゃったお年寄りもあのそういう例えばあの契約をしたとしてもよく分からないとかいうことではありますが日常生活ぐらいは普通にやらせてあげたいっていう優しさがあるんですこれがノーマライゼーションですね、えー、そういう障害がない人と同じように生活してほしいっていう気持ちですそういうことですねそれがノーマライゼーションだから日常生活に関することは1人でやらせて生きがいとしてやってもらおうって話です 例えばあのー？まあ、うちの事務所で昔やってた方がもう毎朝散歩に行って喫茶店でコーヒー飲むっていうのは生きがいだったわけですよ。で、コーヒー自分で契約できないとやっぱり困るわけですよね。 だからそういうのはあのやってもらってこう生きがいにしてもらいたいということがありますから日常生活に関するものについては1人でできるようにしてだからあの、少々士もなかなか大変ですよあのあちゃんとお小遣いを与えてこれをじゃあそれで使ってねみたいな管理をしていってでその日常生活に関するものは自分でできるようにしていくということになるわけですよねよろししいでしょうかね。 まあ、ノーマライゼーションと言われますが、まあ、日常生活に関することは、まあ、自分でやってもらってえちょっと生きがいにしてもらいたいというところはあるわけですよ。そういうことです、ね、であとは25ページの一番下「スモール C です登期による公示」と書いてありますがあ貢献開始の審判が確定した時は裁判所書記官が登記所に対して貢献登期の嘱託をしますこれあの戸籍に乗るわけじゃないです。 昔は戸籍に乗ったんですけど戸籍に乗ると例えば戸籍っていろんな時に結構見ちゃうことになるんですね。戸籍をじゃあ持ってきてきくださいとか言ってどっかに提出するとか会社に提出するとかそうするとなんか。 昔は書いてあったわけですよ金字三者って言うんですけどそうするとやっぱりですねレッテル貼りとかあそこん家の家族はそういうのがいるらしいよとかいうなっちゃうのであんまり戸籍に書きたくないってことは今は専用の陶器を作ってこれあの普通に見られるわけじゃないですよ不動産陶器と違って専用の陶器を作ってそこに載せることにしたんですねこれで、まあ、あのそういうレッテル貼りなんかを防ごうというふうにしてるわけです。 でその登記ですから後でなんか見せる必要があれば取ってきて見せればいいわけですよ、ほらこういう青年後見人で私が保護者ですっていう証明になりますからねでそういう時以外はあまり人に見せたくないものですから戸籍には載せないことにしました。では、えー、次では次す26ページ 3番、後見開始の審判の取り消しと書いてありますが、後見開始の原因がやみ、例えば、自理弁識能力を欠く状況でなくなりました、で一定の請求権者、まあ、一緒の人ですが、から請求があれば、家庭裁判所は後見開始の審判を取り消さなければならない、その結果、後見開始の審判は将来に向かって解消するということで、この後見開始の審判は能力を復活すれば、取り消すこともできますという話ですね。では よろししいでしょうかね、えー、ということでまとめておくとこの成年非後見人というのは日常生活に関すること以外はあ取り消されるんだよということですね、えー、覚えることはそんな多くないかなと思いますでは講義ノートで保護者の権能をちょっと見ていきましょう4ページです まず、保護者の権能で絶対覚えなければいけないし試験に品質なのが ① ですよ同意権はないということ同意してやらせるというルートがないんです同意権がない成年後見人ですね保護者の方成年後見人の方には同意権がないだから同意権がないということは有効な同意ができない以上同意があっても取り消される行為になります。番 取消権追認権成、えー、年後見人には取り消し権はありますさっき同意権があれば必然的に取り消し権があると言いましたがそれは同意権がないから取り消し権がないという話にはなりません、えー、取り消し権は独自に存在します、えー、ということですねですから同意権がある場合にはもちろん同意がないのにやっちゃったんだから取り消すようって話になりますが別に同意権がないときに取り消し権だけあるのはオッケーです ということで取り消し権はあります。えつまり成年後見人は成年非後見人が行った法律行為を取り消すことができます。同意を得た上で行った行為だって取り消すことができるんだということですね。で次、追認権あります。同意権はないけど追認権はあります。同意権があれば必然的に追認権がありますが、同意権がなくったって追認権があったっていいわけですよ。 なぜ成年後見人には同意権がないかって言ったら成年非後見や能力がなさすぎますから同意した通りにやってくれない可能性があるから同意がですねできないことにしたわけです危険だからでも皆さん追認っていうのは契約を見届けけた上でで追認すするわけですよだからあ,あの契約はまあ,あちょっと本人能力ないけどこの契約はいい契約だったねっていうのを見て追認するわけだからこれはできるんですね。 また法定成、えー、年後見人には追認権があり成、えー、年非後見人の行った法律行為を事後的に追認することができます。えー、追認は事後的な同意ですからねこれはできるんですよ。えー、追認すると成年非後見人の行った法律行為は有効なものとして確定することになります。で、丸三番代理権はあります。 えー、っていうか代理権なかったら何もできませんから同意してやらせることができない以上まともにやろうと思ったら代理でやるしかないんですねあとはあのこれはもう一か八かですが本人にやらせて通認するというのもありますけど、まあ、それは、まあ、うまくいかない可能性がありますからまともに契約を始めからうまくいかせようと思ったら代理でやるというのが一番王道なルートになります。よろしいですかね だから代理権は当然ありますし代理権がなかったら何もできなくなっちゃいますよ契約がという話になります。では今度はテキスト31ページのところで成年非後権人のまとめがあります。が まず代理権に代理権に丸がついてます。保護者の権能代理権に丸がついてます。でそれから絶対押さえてほしいのが同意権バですね。同意はないです。同意権はないです。ただ追認権と取消権はありますと言った形で押さえておいてください。よろしいでしょうか。 ではえ講義ノートの4ページの下見ていただいて、えー、と問題があります過去問ですね丸バツつけてみてくださいどうぞえ講義ノート4ページの下ですね 大丈夫でしょうかえ、こうは成年非公権人であるがオツに高所有の高価な壺を売却しましたということですね成、えー、年非公権人が売っちゃったわけですよあ、ただ成年公権人の同意を得てます取り消せますか取り消せますね同意を得ても取り消せる同意を得ても取り消せるとおういった形でこれ取り消せないがえ、取り消せないが×になります 同意を得ていても取り消せるんだと、と同意を得ていても取り消せるんだ、だからこの同意を得ていても取り消せるというのは、千年比後見人の場合にはよく出る知識ですからね、しっかり押さえておいてくださいで、ちなみにこれ、出題者ってちゃんと細かいところを気をつけていて、高価な壺なんですよ、これ、これが例えばトイレットペーパーとかだったらどう,どうです、これ日用品だったら、今度は取り消せないですからね。 だだからそういういいとところもちゃんと見てくださいね、えー、高価な壺だから明らかに日常生活に関することじゃないわけですよ。一つ一つに引っ掛けがありますからねであとこれ未成年者だったらどう言えてますから取り消せないでいいんですけどねだからそういうところをしっかりあの一つ一つ一箇所でも入れ替わると結構。 回答違ってきますからあよく見て問題解くようにしてくださいこれ成年非公権人だからこうですがまた未成年者だったら話が違うしえ高価な壺がトイレットペーパーだったらまた違うわけですよまあそんな形で、えー、問題解いてくださいでは次に行きましょうえ今度はですね非補算人の方ですテキスト二十六ページですね 2番かっこ1、2行チェックしてください。非補佐人とは、精神上の障害により、え自理弁識能力が著しく不十分であってえ、家庭裁判所の補佐会社の審判を受けたもの、さあ、ボールペンに持ち替えていただいてえ、精神上の障害により、自理弁識能力が著しく不十分、丸1で、家庭裁判所の補佐会社の審判を受けた、丸2、この2つの要件を、実、えー、主要件と。 形式的要件を備えたものを佐人と言いますそしたら皆さん非補佐人って顔を上げていただいて、えー、と自理弁識能力が著しく不十分って今書いてあったと思いますが成年非後見人はこの部分何て書いてありましたっけ 各状況ですねあのこうやってどんどん覚えてください。ってことはそこ違いますからポイントになりそうですね波線引くとかしていきましょうか、えー、24ページ戻っていただいて書く状況書状況で今のところ著しく不十分著しく不十分まあこれイメージで言うと例えば100ぐらい必要なのにあの例えば10とか 15しかないとかそんなイメージですよねもう全然不十分じゃんという話格ではないんですよ格ではないけれども全然足りないってそういうことですであとはスモール A、スモール B は大丈夫ですでスモール B 一定の請求権者による請求がやっぱり必要ですね家庭裁判所の審判が必要ですからあそこの請求権者なんですけど本人、親族、えー、検察官 ですね、保護者といった形になりますから同じです。えー、2番、えー、補佐開始の審判のの効果1行チェックです、えー、補佐開始の審判があると補佐人が必ずつけられますということを押さえておいてくださいで27ページにいってください27ページなんですが文章を見てください 補佐あ制度の目的は重要な財産の減少、ろ消費を防止することにあるから次チェックです非補佐人が図表18に掲げるような特に重要な財産行為について補佐人の同意を得ないで、えー、単独で行ったときに限りこれを取り消すことができます。 図表18に書いてある行為は、同意を得ないとやっちゃいけないということですね、28ページ見てください、これが13条に掲げる行為ってやつです、13条に掲げる行為、ここに書いてあるような重要な財産行為は、同意がなければできない、同意がなければ取り消されるということです、まあ、13条に書いてあることが、そこに列挙されています、28ページ。 でまず、まあ、その13条の中身を見る前に大きな発想いきますよ未成年者って同意がないと契約などはやっちゃいけないで例外的に3つぐらいできることがありました単に権利を得義務を免れる行為とかそういうやつですよお小遣い、旅費ラーメン屋の営業 とということはできるんですが、まあ、何を言いたいかちょっというと原則できない例外できる非補佐人原則できる例外そこに列挙されているものは同意がないとできない原則と例外が逆です未成年者は原則同意がないとできないで例外として同意がなくてもできる行為が列挙されている 非補佐人は原則できるんだけれども同意がないとできない行為が列挙されているだから未成年の時に覚えたのは例外としてのできる行為を覚えたんです単に権利を得義務を招られる行為お小遣いとか旅費ラーメン屋っていうふうに例外としてできる行為を覚えたんですが非補佐人逆なんです書いてないものはできるんです書いてないものはできるんですでここに書いてあるものができないんです よろしいですねここに書いてある重要なものについてはさすがにこれは同意がなければできないよねってことにしたんです原則と例外が逆になっている点を押さえてください、まあ、ただあの合格をできるレベル、まあ、トップ合格とか目指すのであれば覚えたほうがいいと思いますが合格をしようというのであればあの丸暗記はいらないと思います一応13条に書いてあるものを上から下まで何回か見ていただいてあそれはもちろん1人じゃできないよな っていう風に思っていくぐらいでいいかなと思います。あもちろん中にはこうポイントがありますから、それは見ていきますけどね。でなんでそんなこと言ってるかというと、一応今原則と例外が逆になっていると言いましたが、もう重要なものは大体入ってます。だから基本的にそれはできないだろうとみんな入ってます。だから基本的には結構大事なものは列挙されてますから、ほとんどやっぱりできないです重要なものは。 じゃあ上から一応見ていきますよ、まず13条上の方図表10 18の上の方元本の領収、利用ですね、それから借財、保証、お金を借りたり、保証になったりとか、あるいはもうこの次ですよ、不動産などの重要な財産の売却とか、買うとか、売るとかですよ、もう重要な財産を処分することが同意がいると言われたら、大体重要なものについては、いることになっちゃいますもんね。そそれからその下訴訟 贈与、増余和解、仲裁相続の承認、放棄、遺産分割贈与、遺、え、贈、ー、の拒絶負担付き贈与、遺贈の受諾それから新築、改築、増築大修繕もう次602条の短期賃貸借を超える賃貸借でこれだけちょっと押さえてほしいんですが短期賃貸借はできます同意がなくても短期賃貸借はできます。 ただ短期賃貸借じゃない賃貸借、長期賃貸借はできません。長期賃貸借はで、きませんで。チェックしてくださいえ。山林10年、土地5年、建物3年、動産6ヶ月の期間を超える賃貸やあ賃借はできないよということですね。これを長期賃貸借と言います。だから長期賃貸借の契約はできない。短期賃貸借なら同意なくてもできるよ。えー、短期賃貸借なら同意がなくてもできるよということ。 で短期賃貸借か長期賃貸借かの境目が山林10年土地5年建物3年動産六6ヶ月です東郷三郎という人名で覚えるんです、ね、10年5年3年6ヶ月だから東郷三郎東郷三郎でもいいですね東郷三郎 これ頭が山林ってとこを気をつけないといけないですね上から大きく順番に行きますがまあ大体一番大きいのは大体いつも土地ですから土地建物動産なんだっけってなっちゃうんですねだから山林から行くんです山林土地建物動産ですねで統合サブローです大きい順番に並べて統合サブローというふうに覚えてくださいね であと、えー、上、上記一から九の行為を制限・行為能力者の法廷代理人としてすることって書いてありますがこれ、後でまたやりましょうで13条2項って書いてある項目見てください、えー、図表18の一番下13条2項、えー、これ、チェックしましょう、えー、全項掲載以外の以外でも家庭裁判所が同意を要する旨を指定した行為これ、同意が必要な行為をこれ えと10個載ってますが11個目、12個目っていうふうに家庭裁判所で同意が必要な行為を増やすことはできます。ああの人、この10個以外にも苦手な行為あるよねあれもできない、これもできない、これもできないあそれも同意がなければできないことにしようというふうにえ保護者の同意が必要な行為を増やすことはできます家庭裁判所の審判の中で13条に一応基本、コースが10個載ってますが。 それ以外に同同意意行為を増増ややすすすすここととははでででききまま家庭裁判所ただメモしてください減らすことはできない減らすことはできないだから非補佐人は必ずこの10個はできないんですこの10個の中からあれはできるこれができるというふうに減らしちゃうのは無理です増やすことはできます家庭裁判所で同意が必要な行為を増やすことはできる つまり同意がなければできない能力をこう減らすことはできるんですね、あれもできない、これもできない、これをやるにも同意もらってね、これをやるにも同意もらってねというふうに同意が必要な行為を増やすことはできますが減らすことはできないよということになります。 であとは28ページの下の方は大丈夫ですね。SmallC、登記による工事ってことでこれも登記されます。それから、括弧3番、能力が回復したりすれば補佐開始の審判が取り消されますということです。では、これで補佐の話が終わりそうなので、講義ノートの方で補佐人の権限の話をしていきましょう。5ページです。保護者の権能です。5ページ。補佐人の権利。 同意権取消し権、追認権さあこれ何でもかんでも同意権があるわけではなくて一行チェックです補佐人は13条に掲げた行為のみ同意権を有するだからそれ以外の行為については同意権ないですそう,そうですね13条に掲げた10個の行為については同意がなければできないよってことだからその10個の行為については同意権があるわけです。 であるいは13条2項で同意が必要な声を増やすことができましたからその家庭裁判所がこれも同意が必要ですよといったものについては同意権があるわけですね。でその13条に載っているもの以外は被補佐人は単独でできるわけですから保護者にも同意権ないです単独でできる以上同意する権限ないですと。 で次見てくださいまた、非補佐人が補佐人の同意を得ることなく13条の行為をした場合は補佐人はその行為を取り消すことができます、取り消し権あります。ただ、これ、いいですか同意権が引っ張ってきた取り消し権だから13条の行為は同意がなければできないその行為を同意なしにやっちゃったら取り消せるということですから取り消し権がある行為についても,ももちろん13条の範囲ということです。 13条の範囲で取消し権がありますよということになるわけですね。で次です、また、事後的な追認権もあります、事後的な追認権もありますということで同意権があるんだから追認権もある、だからこれは未成年のところでお話しした通り、一番上の同意権が同じ範囲での取消し権と追認権を引っ張ってきてます。 13条の行為について同意権があるということは13条の行為を勝手にやっちゃった場合にはもちろん取り消せるということになるし13条の行為は同意がいるんだから勝手にやっちゃったら自己的な追認ができるとこういうふうに全部セットですね、これ。で、今度は丸二番代理権です。これチェックしてください。 補佐人には原則として代理権はない,代理権はないあくまでも補佐っていう制度は13条に掲げる難しいことについて重要なことについてはどう言えたうでやろうねっていう制度なんであの未成年と違って本人がそんなに能力がないってことないわけじゃないんですよ。 だから同意与えればでできるんですだから代理でやるまでもないわけです。これが成年非後見人の場合には代理でやるしかないし未成年であればもうちっちゃな未成年もいますから代理でできた方がいいわけですよただ、非補佐人というのは著しく不十分なだけであってまあ、同意与えればできるわけですだから原則代理権ないですでも裁判所が代理権与えることはできてその場合には代理権が生じます。 えー、2, 2行目から見てください、しかし、えー、補佐開始の審判請求権者、補佐人、補佐監督人の請求によって、家庭裁判所は補佐人に特定の行為の代理権を付与する旨の審判をすることができます。まあ、だからこれも勝手に代理ができるわけではなくて、家庭裁判所の審判で、あ 補佐人さん、さすがにこの非補佐人あれはちょっと自分じゃできなそうだね苦手そうだね代理でやっていいよということで代理権を与えてもらうことはできるんですね。でその代理権を与えてもらったらそれについては代理でできるんです本人にやらせる必要ありませんなお、次チェックですこの特定の行為は13条1項に列挙されているものに限定されない。だから この13条の10個の行為以外でも代理権を与えることははできまます13条縛りはありあせんなぜかというとあのこの代理権を与えても本人の能力は別になくならないから代理でもできますっていうだけですからね同意権っていうのは同意権を与えたら同意がないとできなくなるんですよ本人は。 でも代理権というのは与えたところで本人もできるけれどもプラスで代理にもできる重複するんですねですから代理権なんて別に13条以外のものを与えたって本人もできるし、まあ、代理人もやってあげられるしということでプラスでしかないですから、まあ、代理権は13条の行為に限らず与えることができますよということになります。まあ、13条の縛りりはありません では31ページに行きましょうテキストですでまず同意見がありますで同意見が追認権と取り消し権を引っ張ってきますで気をつけてほしいのはこの3つがセットで全部同範囲13条の行為についてです 13条縛りと書いておきましたがこの3つは13条の同じ範囲で同意権追認権取り消し権があるということです13条の10個の行為について同意ができる10個の行為について追認ができる10個の行為について取り消しができるということですあもちろんプラスアルファした場合にはその全部プラスアルファされますねただあ 同意が必要な声を増やすことができますからそうすると13個について取り消しができ同意ができるということは13個について取り消しもできる13個について追認ができるということになりますよろしいですね13条縛りですで気をつけなければいけないのはその上の代理権というのは別ものですこれは下の13条の範囲には限られないし下が丸だからといって上も丸なわけじゃないんです でこれですね、私が自分で書く本、まあ、V マジックとか基本書も書いてますが、自分で書くと、これ、三角にします。で私は三角の方が分かりやすいとは、個人的には思ってるんですが、まあ、どういうことかというと、付与の審判があれば丸だから、ない場合もある場合もありますから、まあ、以上、ビジュアル的には三角がよさそうで、別にブレックスで間違ってないですよ、あれば丸ですからね、だから三角という意味で、ある場合もあるし、ない場合もあります。だから代理権というのは、与えたらある。 与えなければないといとととうここででで一応三角あればすすね条件付き丸です代理権はあその審判の中でじゃ代理権与えようっていった場合には代理権を与えられますだから常に丸とは限らないってことですねでしかもこの付与の審判に関しては13条縛りはありません13条縛りはありません といったところを押さえておいてください。では、えっ、ー、とテキスト二十九ページに戻ってください。え今度は非補助人です。え括弧一番え二行チェックです。え非補助人とは精神上の障害により自理弁識能力が不十分であって家庭裁判所の補助開始の審判を受けたもの。 まず括弧1、精神上の障害により自理弁識能力が不十分で。2つ目、家庭裁判所の補助開始の審判を受けた。この2つの要件があると、非補助人になります。で、波線引いてほしいのがそうです、不十分。成年非後見人、非補佐人、非補助人、その不十分のところに当てはまる要件、全部もう一度言えますか。自理弁識能力が 非補佐人は著しく不十分で非補助人は不十分ですねでそのワードを押さえたことが大事ですでよくまあ皆さんの中で、まあ、こういう質問来ない方がいいってやつが「先生これぐらいはどっちですか?」っていうやつ受験と関係ないからあの試験の段階では文字で出ますから「不十分」って文字が書いてあります著しく不十分っていうのが書いてあります ですからあの、それはもう実際、審判やってみないと分からないケースが多いですのでえこれは不十分な状況ですか著しく不十分な状況ですかって質問はあの受かるためにはちょっと封印した方がいいんですね、えー、もうきちんと文字通り押さえていかないとキりがなくなっちゃいますからあとで民法で相当期間というのがあって先生、これ相当期間何日ぐらいですか 条文で分からないから相当期間と言っているわけですよですからそれはあんまり気にしちゃうともう場面で違うんですねあの例えば相当期間というのはその、えー、額だとか状況だとか全部違うわけですですからあの基準というのが言えないから条文だって相当期間と言っているわけですよだからそれをです、ね、試験の段階で気にしても仕方がないので、まあ、そういうものについてはあの、まあ、実際にはです、ね、ある程度基準はありますが試験の段階では気にしないというふうにしておかないと本当にキリがなくなっちゃいますのでね よろししいいででょううか受か受るためにはととこす29ページということです不十分であってとでスモール A スモール B なんですがあ審判の実績要件として精神上の障害により自由弁識能力が不十分でスモール B 一定の請求権者からの請求がある本人親族保護者検察官ということで問題ないんですが丸2番ですこれチェックしてください本人以外の者の,の請求によるときには本人の同意を得ること これは本人保護のために本人の同意がなければ本人じゃない人親族、保護者、検察官は請求できません親族から勝手に請求できないんです本人の同意が必要ですなぜかというとこれ普通の人だから判断能力が不十分なんてみんなそうじゃないですか私はそうですよ あのよく法律の本とか買って帰るんですけど家に帰るとよくあったりしますのでなん,かなんか同じ本が3冊ぐらい家にあったりするんですが不十分と言われたら不十分ですよそれは。でみんなある程度こううまくバランスよく大人になってる人なんていないのである程度苦手な分野があったりだとか得意な分野がすごく得意だとかみんなある程度こうまあ,あのバランス がですねもちろん苦手なところあるわけですでそれを不十分って言われたらみんな不十分なんですあれは苦手だとかいうことあるわけですよあの人通販だとすぐ買っちゃうんだよねとかでそれを不十分って言われたらみんな不十分で,でそれをまあみんな自分の中でこう認めて生きてるわけですよねそれなのにいやちょっとうちの家族が不十分なんで申し立てましたとか言われたらふざけんなってなるわけですよだかからこれは本人があ確かに それ苦手だからやってくれると助かるわって言ってできるわけですよろしいですねなあ本人だって苦手なことは分かっているかもしれないしそれ受け入れできているわけですからあその気持ちを大事にするために本人の同意がなければこれは申し立てることはできないよということになりますよろしいですかねまあだらしがないとかみんなあるわけででそれを不十分って言われたらみんなそうでしょだから同意がないとやっちゃいけないよということになってます ででは行きましょうか図表19なんですで補助開始の審判なんですがで先に抗議ノートを見るわけじゃないんですけど抗議ノート、これで終わりですね今日やる範囲はでどういうことかというと補助人の権利という項目は作ってません、補助人つまり、えー、この補助開始の審判がされたときの補助人の権限というのは作ってないんですそれはどうしてかというと29ページ、図表19。 審判でで全部決まるんですだから補助人の権利といいう項目作れなんんででですす全部審判で決まるんですで何を言いたいかというと補助開始の審判だけは補助開始の審判という審判一つではダメで必ず下の3つのどれかとセットで審判するんです。つまり保護者の権利を決める審判も一緒にやっていくんです。 じゃあ補助開始の審判をしますっていうだけじゃダメなんです。成年後見ならそれでいいんですよ。成年後見の審判しますといえば成年後見についてで能力はもう決まってるわけですよ。同意権がない代理権があるとかでも補助開始の審判というのはもう抗議、えー、ノートにも補助開始の審判がされた時の補助人の能力という項目を作れない。 です。それはここで全部決まるんですだから補助開始の審判というものがされるだけではなくてじゃあ保護者の権利を決めるという審判も一緒にやっていくんですね、えー、保護者に権利を与える審判保護者に権利を与える審判も一緒にやっていくんですで、それが同意権を与える審判と代理権を与える審判とそれからもう一つの選択肢が同意権プラス代理権の両方を与える審判 この3つのどれかの審判を一緒にやっていかないといけないんだということなんですねつまり保護者の権能を決めていかないといけないんだということなんですでさっき言った通りこれ本人は能力ありますからここやはり本人の同意が必要ですあのだから補助の 補助っていうのは本人能力結構ありますので苦手なことがあるだけで能力はありますから全ての審判に本人の同意が要りますだから補助開始の審判を申し立てるときだけではなくて同意権付与しますよっていうときにも本人の同意いるんですよでは、えー、下から行きます、えー、括弧2番いってくださいテキスト括弧2番下の方補助開始の審判の効果 small a 1行チェックです、えー、非補助人には必ず補助人が付けられます で、えー、次ですそして家庭裁判所は補助開始の審判とともに次チェックです補助人に同意権または代理権の一方または双方を付与する旨の審判をしなければいけませんということで必ず権限を与える審判をしなければいけないんだということですではいきましょうまずもう一度図表19に戻ってもらうと 同意見を与えますって審判ができます。同意権を与えますって審判がで、きますで。気をつけなければいけないのは皆さん、同意見というのは、何を引っ張っ張てきますか。取消権と追認権を引っ張ってきますから、これ、表向き、同意見を与えますって言ってますが、図表19見てください、同意見と取消権と追認権が与えられます。ほら、セットなんですよ。 だって同意権だけ与えるのは無意味だから同意権を与えたら同意権同意されないでやったら取り消せるしえ同意なしでやっちゃったらという追認できることにしておかないとその同意権が絵に描いた餅になりますから同意権を与えたってことは同じ範囲で追認権と取り消し権を与えたってことを意味するわけですねだから同意権付与をつったって同意権しかもらえないわけではありませんでその丸一番今度は右側の方を見てもらうと1行チェックですあ分かりますかここですね えー、同意の対象は13条1項の行為の一部に限ります13条が28ページに並んでおりますがその一部に限りますだから13条の中から選択して同意権を与えないといけないんです13条に書いてあるもの以外の同意を与えることはできません13条に書いてあるものの一部をセレクトしてじゃあ 例えば28ページの元本の領収とか重要な財産の売却とかそういうものをセレクトした上でじゃあそれに同意権を付与しますという形にしなければいけないんですねでその次見てもらうと補助人が同意権を与えられたということはその与えられた行為については例えば13条からセレクトされた行為については同意がなければできなくなるとですよ。 同意がなければできなくなるえ同意がないでやっちゃったら取り消せることになるということですあの。補助人の権限が決まってないって話をしましたよね。で、補助人の権限が決まってないだけではなくて、非補助人の能力も決まってないんです、全部審判待ちなんです。 で同意権与えたら同意権与えた分だけ自分でできないことが生じるってことだから13条の中で3つ同意権を与えたらこの3つについては同意がなければできなくなるよってことを意味してるんです非補助人の能力も審判で決まるんでですよでいいですか非補佐人だって 28ページに書いてある10個以外は1人でできるのでそれより能力のある非補助人はその10個より少なくないとダメなんです能力がないものについては同意ができるものについては非補佐人より少なくするだって非補佐人だってこの10個以外はできるんだからその10個より少なく同意権を与えないといけないんです例えば非補佐人って原則この10個ができないわけですよね だから非補助にはそれより能力があるんだから3個とか4個は同意がなければできないよというふうに非補佐人より能力をアップさせないといけないわけですよだから13条の中からセレクトして一部を選ばなければいけないんです。非補佐人だって10個しか同意権ないんだからじゃあ非補助にはそれより能力があるんだから同意権を与えて本人じゃ同意がなければできないことについてはそれより少ない数じゃないとダメでしょっていう意味なんですね。 13条からセレクトして同意権を与えますそうするとその同意権が与えられた分だけ本人は能力はなくなりますで能力なくなるのはもちろん非補佐人よりは能力なければいけないわけだから13条の一部に限りますよって話になるわけですで次今度は代理権だけ与えることもできます代理権だけで代理権だけ与えたらどうなるかっていうと代理ができるようになります これですね代理に代わってやってもらってもいいですああうちの人はちょっと通販苦手なんだよねとじゃあまあ通販というか、まあ、売却苦手なんだよね、えー、重要な財産の処分とか苦手だよねじゃあそれは代理でやってあげましょうみたいな話になるわけですねで気をつけなければいけないのは代理権を与えたということは 代理でもでもきるようになった代理権ないと代理にやっちゃいけないというのは、えー、全体構造でもやりましたが代理権を与えられたでも代理権を与えただけであれば本人の能力はなくならななくらいいんですよ代理ででですすよよ代理きるううになったというだけです同意権を与えたら同意がないとできなくなりますが代理権を与えただけというのは保護者も代理でできるようにはなりますが本人ができなくなるわけではないので。 ここ非補助人は単独で完全に有効な法律行為をすることができます取り消すことができる行為はありませんだから非補助人というのは代理権を与えただけでは完全な能力者です制限行為能力者という勉強をしてますが実は非補助人の中で代理権だけを保護者に与えた本人は能力あるんです完全な能力者です だってでできなないいことは1つもないんです同意がなければできないということは一つもないんです、保護者に同意権を与えなければでも、代理は与えてるんですよ。で、先生、それってじゃあ、やる意味ないじゃないですかと、そんなことはありません、同意がなければできないということはないですが、代理でやってあげると言ったら、苦手意識をカバーしてあげられますもんね。 だからあ、ちょっとうちの家族は苦手なところがあるんです、こういうのは。でも、たぶんそれ、自分じゃやりませんからあの同意見は与えなくていいですけど代理でできるようにしてくれませんかってことに意味があるわけですよ。そうするとだいぶ本人、楽になりますからあ代理でやってもらえるんだっていうふうに。どうぞ同意見までは与える必要もないあの例えば、能力ありますからねあ分かって、俺自分じゃやらないからって言っとけば同意見まで与える必要ないんですよ、どうせやらないからででも代理でやってあげたら。 これはあかなり本人楽になりますので、そういう意味では代理権だけ与えるってことはできるんです。これよく質問で、先生代理権だけ与えたらあの本人能力があるので意味ないんじゃないですかと言うと、代理でできるよって意味があるわけです。逆に言うと代理権がなきゃ代理でできないから、いいから家族が苦手な分野があったって。で代理でできるということに意味があるわけですよ。 本人の能力を削るわけではないですが代理でプラスでできるようになるというところに意味があるんだということなんですで、丸番、同意権代理権の両方付与した場合にはこれは同意権と取り消し権と追認権の他に代理権もありますから丸丸 ② の合わせ技ということになるわけですよろしいでしょうかまそんな形で押さえておいてください ちなみに「制限行為能力者」っていう言葉の定義なんですがえと条文で13条を見てください13条の1項1五、1 3条の1項1五、漢字の10です でこの10号の内容とは関係ないんですが条文というのは言葉の定義を置くときに1条から一番最初に出てきたその言葉のところにカッコつけて定義をつけるんですですから、えー、制限行為能力者という言葉が出てきたのが13条1項10号が初登場なのでそこに言葉の定義入れてるんです制限行為能力者というのは括弧して未成年者と成年非後見人と非補佐人と17条1項 公の審判を受けた非補助人。17条1項では同意権の付与です。だから同意権が付与された非補助人だけを制限行為能力者と定義しているんです。だから代理権を与えられた代理権だけが保護者に与えられた代理権だけが保護者に与えられた非補助人は完全な能力者ですから、それは制限行為能力者には含めないんです。でも代理権はあるんです。 こういういい話になってます。よろしいですね。では、えー、テキストでもチェックを進めていきます。ということで、あの非補助人は代理権だけが保護者に与えられた場合には完全な能力者なんだ、えー、代理でできるようになるだけで本人もできるんです。では29ページの括弧二2番です。small カカタカナのイ 家庭裁判所は一定のものの請求により13条1項に定められている行為の特定の一部について、えー、補助人に同意権を付与する旨の審判をすることができるんだ、えー、本人以外のものの請求によってこの審判をするには本人の同意が必要だということでしたでカタカナのロ「ロチェックです、えー、補助人が同意権を有するときはその同意なくしてされた特定の法律行為については補助人取消し権が認められます それからカタカタナのハもチェックです家庭裁判所は一定のものを請求により、えー、特定の法律行為について補助人に代理権を付与するための審判もできるんだよということですで次の太字チェックです代理権の対象となる特定の法律行為は13条1項所定のものに限定されない代理権は13条縛りありません 代理権を与えたところで本人の能力が削られるわけではありませんから制限されるわけではありませんから代理権については13条縛りありません、えー、代理権については13条縛りありあませんさっき通販の話しましたが、えー、代理権に関しては別に通販みたいなものだって、えーまあ、いいわけですよ13条の縛りないですね。 とといいいうここでで押ささえておいておくださいこちらのですね補助については少し難しいところもありましたのでそんな形で押さえておきましょうでは31ページでまとめておきます31ページまず31ページ保護者の能力ですがこちら同意権同意の付与の審判があれば丸 同意見の不与の審判があれば丸同意見の不与の審判があれば丸下の3つがセットですだから同意見がある分だけ、えー、追認権があるし同意見がある分だけ取り消し権があります下の3つが同じ範囲で○ですだからまあ三角でもいいですね不、えー、与の審判があれば丸だから3つ三角なんですけど気をつけておくのはこれ同じ範囲ってこと同じ範囲 だからこの、えー、例えば同意見が3つあれば追認権も3つ取り消し権も3つです同じ範囲ってこと同意見が引っ張ってきた追認権と取り消し権だから、まあ、この3つがこの三つがセットですねでしかも13条の縛り13条縛りということです、まあ、13条縛りって,言って13条のさらに一部ですね 13条一部縛り13条の中からセレクトしたものしか無理ですで次こちら代理権代理権はまた別ルートです代理権の付与の審判があれば代理権与えられますからねで,ですからこれは代理権の付与の審判があれば下の同意権とは別ルートでこれ丸になります、まあ、一応三角ですねでこちらは13条の縛りなしです 何でも、OK、でもす十三条縛りなしということになります。ということで。 えー、基本的にはですね、えー、補助まで終わりました。で、えーと、32ページのところからもう少しあの制限行為能力の話が続きますから、あとりあえず、えー、今日やったところまでは復習しておいてほしいんですが、最後に、あのー、よく質問、まあ、質問というか、あのー、このですね、成年非後見人、非補佐人、非補助の3つの制度っていうのは、アンカー、 こう段階に分かれた制度だという,ふうに思っちゃう方もいると思うんですが連続した制度だということではあるんですねそれはどういうことかというと例えばこうやって直線があってですねこちらが何もできないこちらが何でもできるまあ0から100としましょうまあそうするとまあ完全に言うと0ってことではないんですが日常生活のことはできますからで全部同意がいるよ全部同意がいるよ で何でもかんでも同意がなければできないよっていうのが成年非後見人ですねだからこの辺りが成年非後見人ですよ。まあ、年非公人で例えばこの辺りこの辺りが例えば13条1項の行為については同意がいるよ10個だけ同意がいるよというのは成年あごめんなさい非補佐人ですよね。 じゃあなんかこの辺りなんですけどとかいう場合使い勝手が悪いかというとそうではなくて非補佐っていうのは同意が必要な行為を増やすことはできますからここまでカバーしてるんですちゃんとだからこの辺りの10個のものだけ同意がいるんだっていう人だけじゃなくて20個30個同意がいるんだっていう人もちゃんとカバーできてる制度なんですよであの一応非補助これ同意を与えなければ何でもできますからここに設定しておくと でこれも13条1項の一部に同意権を与えることができますから例えば9個同意権を与えたというわけですねそうするとこの一歩手前までちゃんと非補助がカバーしてるんです。となれば連続した制度だってことが分かりますよねで逆にさっき13条1項で非補佐人の勉強をした時に同意が必要な行為を減らすことはできないと言いましたが減らす必要ないんですよそっちは非補助がカバーしてますから。 ということで連続した制度なんですよえどうやって連続させるかというと非保佐人は同意が必要な行為を増やすことができるのでえこれより症状が重い人をカバーしてるしそれから非補助人に関しては同意が必要な行為を13条1個の一部であれば増やすことができますからここまでカバーしてるんだよということになりますこのような連続した制度なんですよということを知っておいていただければというふうに思いますよろしいでしょうか書いてますか とということですね、まあ、そんな形で押さえておいていただければという,ふうに思います、えー。ということで今日の勉強はここまでにしますからこの辺りよく復習をしておいてください。えー、と携帯使用書士でいうとですね、えー、1か2か3かのところまで進みましたのでそこで知識をきちんと押さえて覚えていただいてで横に問題がありますからそれを解けるようにしていく。 ということですねそんな形でしっかり繰り返して頭に入れておくようにしてくださいあとはその繰り返しということになりますから毎回毎回の講義を大事に合格まで一緒に走り切っていきましょうそれでは今日はこれで終わりにしますよく復習をしておいてくださいお疲れ様でした